2024年入門講座の、えー、講義編の全体講座編の第1回の講義を始めます。はい。それでは今日第1回目の講義なので、お使う資料をですね。ちょっと確認してください。一つ目が私のレジュメですね。これとレックの、えー、テキスト。まあ、こちらは、まあ、あんまり使わないけども、レジュメ中心です。それともう一つですね。これから弁理士を目指す方へと。 これ、ちょっとだけ使います。で、まあ、持ってなくてもね、あの、何、あの、書籍で何を買ってくださいっていうことだけをちょっとお話しするので、で、あと、まあ、これもほとんど使わないですけども、全体構造、特実、進行表と過去問の計画表、まあ、勉強の計画表ですね。というのに、ちょっと触れたいと思います。メインは、レジュメですね。 はい。それでは早速講義を始めさせていただきます。えー、っとね、まず1ページ目、レジメ開けてください。資ろ方ね、こちらですね。レックのテキストは、これ、あの、印刷したカラーの冊子のものは1ページを開けてください。 はい。まずね、今回、全体構造編のザクッとしたね、えー、枠組みを理解してもらうというのが目的です。で、まず項目の1ですね。レジュメの方の1ページの左上見てください。知的財産の概要となっています。で、これから勉強される知的財産って一体何かっていうと、上から3行目ですね。レジュメの1ページの上から3行目ね。創作、業務上の信用、有用な技術、営業上の情報などの無体財産と。 まあ、後で優待財産との違いを説明しますけども、通常財産っていうのは、まあ、車とか時計とかね、優待物で、まあ、自分が持っているもんですけども、まあ、いわゆる、こう、アイデア的なものなんですね。その下に知的財産権制度というのは、知的創造活動によって生み出されたもの。だから、例えばある技術上の、ええ、アイデアとかがあったときに、 これって一人で共有できないですね。あのー、情報が、ええー、みんなに共有されればみんながこう、使うことができます。まあ、そこはもう、ええー、有体物と違うところなんですね。で、それを <coughs>、生み出した人の財産として保護するための制度と。だから、財産だったら、普通は民法で保護されます。けども、 じゃあ民法の一般法で知的財産までカバーできるかというと、十分カバーできないから、まあそういう制度があると。二つ目の黒四角を見てください。じゃあね、どうやって保護するのかっていうと、権利を、まあなんか創設しますっていう話なんですね。で、それが、まあ試験範囲にもなる特許権とか実用新案権とか、まあ、もろもろあります。で、その下の図を見ていただくと <laughs>、 こちらですね。ちょっと薄いですけども、これがちょっと概要になってます。で、まあ、種類がいろいろあって、で、ここで、えー、ちょっと濃いめに書いてる特実。これ技術ですね。で、から、衣装というのはデザイン。で、商標。これが、いわゆる産業財産権と言われるものです。で、えー、さらにですね、 知的財産というのはもうちょっと広い概念で、まあ著作権とかね、あともろもろですね、というふうになる。で、ここね、大きく2つに分かれています。で、えー、1つは、えー、知的財産物についての権利などっていうこと創作ですね。作り出したもの、左側。右側は、標識で書いてますね。 例えば、あの、わ <laughs> かりやすい例で言えば、ブランド。あれ、創作じゃないですね。なんかこう、名前をつけて、いいものをずっと供給したら、それがもうブランド化してね。すごく、その名前がついてある商品が欲しいっていうふうに思う。まあ、10倍の金出しても欲しいんやっていうふうになるじゃないですか。あれ、標識ですね。あれは財産、創作物じゃない。 だから大きく標識と創作物に分かれるとこう考えてください。でね、こういうものってすごく投資をしてね、作り出すもんですね。すぐにパッと出てくるもんじゃなくて、ものすごいお金をかけて、えー、作るんだけども、模倣が良いなんですね。すごくね。で、所有物だったら自分だけこう持ってたら人,人がね、入ってきても、 いや、使わせへんって、これ済むんだけども、情報だから、漏れたら誰でも使えるわけですよ。例えば、商標でもね、すごい有名になります。なら、一番手っ取り早いのは、あの、同じマークをつけて、それらしく、え、販売したら、みんな間違ってくれたら、高く売れるわけですよ。だけど、商標権持ってる人にとっては、 あの、どうですか名前だけじゃないですね。すごくね、投資をして、研究者が、すごい、いろいろ考えて、で、会社全体で商品を作り上げて、長年販売したもん、それを結晶ですね。あ、パッと真似されてええんかっていう話なんですね。それはあかんやろということなんですね。なので、まあ、保護っていう話をしましたけども、すごい強力な保護が与えられます。信愛って書いてますね。その下に。まあ、勝手に使えば、 差し止め請求権、損害賠償請求権、それから刑事罰の対象になります。あの、よくね、あの、不正競争防止法違反で逮捕されたとか出てきますね。例えば、一番わかりやすいのは、あの、東南アジアのうなぎをね、日本製ってつけて売ったらね、わからないじゃないですか、ね。タコ売れるのこんなたらこんな楽なことないやろと。だけど、それは刑事罰の対象になるということは、事業者もみんな迷惑こむるから、 より抑止をしたいんですね。ということになります。でもう一点、差し止め請求というのはすごく強力です。あのお金だけだったらね、法廷の額を取られるだけです。だけど明日からね、今事業をやめなさい言われたら、もうそれで会社潰れてしまいますね。あの事業はできないわけですから。まあそれぐらい強い権利はそれに対して与えられるんだと。二ページ見てください。 ここはね、産業財産権の例を示しています。まあ、レックのテキストも、バイクの絵が描いてますけども、まあ、これは私が作った絵じゃなくて、特許庁の説明会の資料があって、そこからちょっといただいてきたんですけども、まあ、これ、洗濯機ですね、ドラム型のね。でね、一つの商品を見たときに、どんだけね、えー、知財産がまあ含まれているかというと、まず技術ですね。 例えば洗浄技術とか、まあ、ファインバブルですごく綺麗に洗えるとかね。あるいは、簡単な技術。こう、えー、洗濯機の蓋がね、すごくね、こう、扱いやすいとか、軽いとか。まあ、簡単な技術は実用新案件。まあ、複雑な技術は特許権で保護されますと。さらに、デザインですね。あの、洗濯機買うときに、家に置くわけだから、 もうなんか殺風景なもうしょうもないやつよりも綺麗なやつの方がね、あ、これいいわって買うじゃないですか。一生懸でございます。勝手に真似されたら困りますから。それから名前ですね。ブランドすっごく大事です。これね。だからこれは、特実い、e、いが産業財産権で、えっ、ー、と、便利試験で言えば担当試験の必須科目であり、で、論文試験でも、えー、試験科目であり、それから工事試験でも試験科目なんですね。 一番重要なポイントと。あとはね、条約とね、不正競争防止条約権法が試験科目なんですけども、ちょっとここでね、表題が無体財産と有体財産という表題になってます。左上見てくださいね。で、<laughs> 洗濯機を購入したとします。ね、だからそれは所有権は購入した人のものです。そこには特許の技術があり、 実用信案権が、まあ、簡単な技術もあり、デザインもあり、ブランドもあるんですけども、じゃあ、購入したから、勝手にその技術を使って、他の製品を作ってもいいのかとか、あるいは、その名前を購入したんだから、あの、自分が持ってる、えー、なんか、簡単な商売したらそこで使っていいんですかこの名前ついて、それ外して使ってもいいかと。これは別なんですね。所有権と無体財産って別です。ですね。例えば、 絵画、画家からね、あの、ポスターは安いけども、生の絵ってすごい高いでしょ当然ね。これは価値があるからなんですよ。だから、生の絵買いました。じゃあ、その絵に関して所有権は購入した人にあります。じゃあ、それをね、いや、俺はこんな持ってるんや、相手ね、ネットで自慢して SNS とかに、わーっと拡散して縁があるとね、これ著作権は伝達するのが、 ええー、価値があるわけですよ。著作権まで買ってません。だから、所有権について、まあ、一定の制限でね、その、それ自体を展示しても構わないとか、いろいろあるんですけども、権利は別なんですね。画家にある。だから、勝手にコピーしたりすることができません。いいですね。所有権と、無体財産権というのは全く別だと。 まあここをちょっと理解してください。有体優待財産は所有権が保護されます。勝手に潰された内装の家でね、あのー、損害賠償請求とかできるわけですけども、それと勝手にコピーしていいんかっていうのはまた別の話ですね。だから、所有権持ったから、自分のもんやから、同じ洗濯機をね、真似して作ってもいいんかっていうとね、これは新たな制裁になりますから、これダメです。 はい。じゃあ次のページ見てください。えっとね、レックのテキストそのままで結構です。で、3ページが、法律の話をします。レジュメの3ページね。で、これから、えー、っと、便利試験で取材されるのは全部法律です。選択科目は一部ね、えー、理系の科目がありますけども、 必須科目ん、えー、全部法律ですね。で法律は一体何な,なんやという話になると、<laughs> 試験で出題される知的財産法も全部法律です。特許法とかね。で、法律は上から4行目。国家が国家権力を駆使して強制的に守らせようとする社会規範と。社会規範でルールのことです。要はね、法律のルールですね。ただ、あの、 法的効果っていうかね国家権力で守らんと強制的に守らせるっていう力が働くわけですね、まあ、学校のルールは学校のペナルティーがあるぐらいかもしれないし、まあ、一般のような社会規範はね白い目で見られるぐらいの話かもしれないけども例えば人のものを盗んだらダメですね危害加えるこれは刑法で刑事罰の対象ですだそれは守らせないといけないからなので 法律は慎重に作らないといけないから、国会を通して一定の手順がありますね。そうやって作られる。社会規範は人間が社会共同、その下ね、社会共同生活を営む上で必要なルールです。まあ公共の場所で大声を出さないとかね。まあいろんなルールがありますけども、大声出したら懲役10年やとか言って、それはやりすぎやろうという話ですね。だから社会規範下の図を見ていただくとね、 まあこういう図がありますねここにねで <coughs> 遵守されなければ不都合があるもんなんだけども大きいものは法律にして国家権力を持って守らせるということになりますなのでルールの策定手順も一般的な社会規範と法律では全然違うということですねはい でね、その下に特別法と一般法というのがあります。あの、レックのテキスト、まあ、レジュメで中心にいきます。後であの読んでもらったらね、まあ、補足として見てもらったらいいんだけども、レックのテキストは1ページに、次財産とはって書いてますね。これは私が今説明したことが書いてます。2ページにわたってね。で、次財産の種類というのが3ページ。 レックのテキストの方ね。4ページはその種類が書いてあって、5ページが分類になって、ちょっとここはえ対応してないですかこれは後で言いますね。7ページ一般法と特別法っていうのがありますね。レックのテキストの方ね。ここに対応しているのが3ページの項目にいいです。手締めのね。 はい。じゃあ、レジュメの方をちょっと見てください。で、え上から一行目、知的財産を理解する上で、社会法律の、法律全体の中での特別、特許法などの位置づけの考慮が必要です。でね、まあ、ここはね、分かってなくても、え試験は、えの問題は特部分にはあんまり関係ないですけども、一応知っておいてください。でね、法律全体を支配しているのは日本国憲法ですね。で、これが一番上にあります。 で、もうすべてに優先するもんですね。で、二歩詰めに、日本国憲法下で民法、刑法、行政法などの一般法というのがある。で、一般法というのは、例えば民、社会活動を営めで、えー、設けないといけないルールですね。民法って何かわかりますあの、刑法じゃないのは民法なんだけども、例えば、社会活動で問題が起こるところにルールを作らないといけない。 ですね、だから人間がこう喧嘩するところで何があ金や金ね金で喧嘩しますねあと相続とかで喧嘩しますねだから財産法と相続法に分かれてるわけですよこれ、ね、だからそこのルールが書いてある財産をまあ例えば人の財産をねこうにそ、えー、潰して損害を与えたら損害賠償請求できるっていうのも民法 で、その下にね、特別法というのがあります。これは民法だけでは十分ね、カバーできないとか、あるいは民法そのまま適用したら、あまりうまくいかない。だからちょっと民法を変えますよっていうのが特別なんですね。で、それが特許法です。いいですね。これから勉強するものだと考えてください。例えば、まあ、ちょっとイメージを持ってもらうためにね、民法790下から4行目見てください。 ま、損害賠償請求っていうのは聞かれたことあると思いますけども、まあ、例えば、えー、後ろからね、まあ、よそ見せて,て車に、前の車にどんどん当たったと。なら、弁償しますね。で、なんで弁償するんやっていう話になったら、そんなん当たり前やんいう話だけども、相手がね、あ白か相手逃げてきよったどうします無理やり取ることできないから裁判して、で、判決もらって、その人の財産を差し押さえることをするわけですね。 その根拠になる法律がなかったらできません。これは民法7 9条ですで。要件としては、故意過失と、まあ、特許権は財産権なので、特許権を当てはめてます。特許権と書いてないけどね。特許権の侵害に基づく損害の発生、それから損害額は、特許権者が立証する。というかね、後ろの方は、その立証責任なんですけども、特許権者が、 どんだけ損害しました損害をこむったって証明しないとお金もらえないです。例えば、あの、後ろから車当てられたと。で、消しからんいうことでね。で、1億円よこせ、言うたらね。それは高すぎやろ、という話ですねな。なんで1億円やねんっていうのを証明をしないと、あかんという話ですよ。ね。まあ、それできないから、まあ、本来、修理代を、は因果関係がありますね。当たったことと、修理代というのは。 まあそういうことになります。でね、ちょっとここでね、特許権者が全部証明しないといけないんだけども、じゃあ、特許権の侵害の場合は、<laughs> 濃い過失っていうのは全てについ,ているわけです。いいですかだから、要は、過失がなくて、全くね、えー、他人の財産権を、まあ、例えば、なんか潰したとします。例えば、台風が来てね、 で、ちゃんと、えー、法律に乗っ取って、家建てたのに、もう想定外のね、ものすごいの脇で、屋根が飛んでいきよって、で、他の人の家潰したと。じゃあ、損害賠償請求かって言ったら、これはね、過失ないわけですよ、これ。だから、民法790、使えないですね。じゃ特許権の侵害の時も、侵害されたからお金をよこせって、こういうわけですね。で、なんでよこせというかというと、相手が、えー、自社製品と同じものを売りよたか、売り上げ減ったとか。 そういうことなんですよ。ただ、そのときに濃い過失が必要です。ただ、過失の立証というのは、本来、特許権者、権利者側がするんだけども、特許法の場合は、新会社に一番下の業で過失があったものと推定するという規定がある。ということは、こんな規定は民法にないわけです。立証しなくていいという話なんですね。というふうに、ちょっと本来の民法の規定をちょろっちょろっと変えている。 というイメージですこれが特別法ですね。まあ、すべてがこういうもんじゃないですけども、まあ、こういうところが、こういう位置づけになっているとこう考えてください。はい。じゃあ、法律の基本でね、えー、次の4ページを見てください。まあ、法律でね、あんまり大したことないです。で、ちょっとね、あのこれ、ガイダンスの時もお話しした内容ですけども、改めて <laughs>、どういうものか見ていきます。で、問題1というのをちょっと見てください。 こういうのはこれからやっていかないといけないのでここは自転車への特許権者であるがいいですか4ページの四角の枠の中ね見てくださいね「オツが自宅で組み立てた自転車へを個人的に使用している事実をつかんだ特許権を持っているけども他人のオツがね勝手に組み立ててね使い回してると使用してると乗り回してる」じゃあここはオツの使用行為を止めることができ るかっていう問いに対しては、法律でこう書いてあるからできる。法律がないからできない。って、こういう結論を出すことになります。いいですね。じゃあね、あの、こんな法律あるのかっていうと、その下にね、特許百条っていうのがあります。差し請求正規の根拠規定は特許百条って、私ちょっと書いてますけど、四角の枠の中ね、これ条文の内容そのものですね。で、下の二ポーツは、 書き加えたものです。ちょっと言いますね。専用実施権はちょっと関係ないので、ここは飛ばします。特許権者は、事故の特許権を侵害するものまたは侵害する恐れがあるものに対し、侵害の停止を請求できると。こう書いてます。だから、一応ね、停止予防を請求できるって書いてるから、停止というのはやめろ。 っていう話ですねだからまあできそうだなとじゃあ何の条件もなしにね特許権者は他人の行為をやめさせることができるおいたら俺は特許権持ってるからやめえね。何ですかそれはああいう話になるじゃないですかそれは事故の特許権を侵害するものに対してできる だから侵害なんですねじゃあ侵害って一体何かっていうと回答例ち今お話したい100条の内容から河の差し止め請求は矢印「おつの行為が特許権を侵害する事実が必要」ということになりますまあ恐れでもいいんですけどねちょっと恐れを置いておきます。で特許権の侵害とは68条から 持ってきてこれも後でやりまあまあ本論でやりますけども正当理由権限なく第三者が特許発明を行として実施することってこう書いてあるこういうふうに読み替えられるわけですねじゃあもうちょっと砕い読み噛み砕いてそれぞれの用語の意味正当理由権限がな,るないこれはこの事案ではそういう事案はないので無視ですない で、第三者、オツですね。特許発明を、これ自転車へ乗り回しているので、特許発明です。で、実施の定義っていうのがまたいろいろあるんですけど、生産とかね、使用とか、いろいろ定義があって、ここでの使用は実施だと考えてください。とりあえず。そうすると、あと行として。で、行としての意味は、 米印事業活動以外の個人的家庭的な行為を除くこと事業としての意味っていうことなんですねまあこれはルールを作るときにあの事業として行うことはやっぱり特許権者の利益を害するから侵害にしましょうだけど個人的にやってることまでね侵害するというのは行き過ぎやないかっていうことでルール作りのた決めてるわけですよ意味がはっきりしているこれよろしいですねとなるとこの事案が今 噛み砕いて、ま、お話した侵害に該当するのか、しないのかと、ここだけです。だからもうあの、問題に個人的にしようって書いてますね。だから行としてないじゃないですか。なら、侵害じゃない。刺身請求はできないと。こういうことです。こんなん誰でもできるような話ですね。でもその通り。誰でもできる。ただね、これがね、例えば問題文。 あの、丸 A4 でブワーッとて全部書いてあったらね、どうですかそんな必要なとこ選んでこないわけですよ。ずっと読んでる字に何書いてあったかって忘れてしまいますね。まあそういうところがね、こう必要な事実をパッとこうピックアップしてくる。っていうことがちょっとまあ事例問題でも難しくなります。ただね、これも慣れてきたら、条文が頭に入ってるとずっと読んでいても、あ、これが条文に対応する、対応する、すぐわかるんですね。で、ここでね、法律っていうのは、<coughs> 一番上の、 え二、ー、行目見てください。法律要件と法律効果から形成って上から二行目、レジュメ書いてますね。四ページです。で、法律要件って難しい言い方ですけども、国家による強制力は生じる条件っていうかね、まあ、効果を生じるた条件です。で、条件と効果なんですよ、要はね。で、条件と効果のセットが全部分かってたら、じゃあ相談された時に、 その事実関係のもとで、こんなことができますよっていうのがうアドバイスになるわけですね。それで専門家です。で弁護士も、なんかすごい偉そうやけども、ルールしてるだけやん。<laughs> それだけじゃないですか、それ。だからあの、普通のやつやったらもう AI でね、ああいう入れとくれたら、ポンと入れたら、こうですよ、ああですよっも多分、あんな判断は、あの判断はできるようになるやろうね。だもっと複雑なことはまだできないですけどね。 ということなんです。いいですね。だから、これから勉強していただくのは、もちろん定義とかの覚えてもらうのもあるけども、要件と効果。このセットを覚えると考えてください。はい。じゃあ次のページね。もうちょっと複雑なやつをもうちょっと慣れてもらいます。 まあね、だんだんね、頭の中にね、こう知識を入れていくと、複雑なやつも、だんだんできるようになってきます。問題2を見てください。こうは自転車 A の発明の特許権者であるが、オツは自ら創作した自転車 A を、自社工場で生産し、販売している事実をつかんだ。今度はね、 工場で生産して販売してるかこれは業としてですね。さっきとちょっと事案が違う。で、生産販売というのは実施になりますから、まあこれは侵害かなっていうふうになるわけです。ただし、オツは2行目のね、真ん中より、その続きね、この特許出願前から、 特許権を取るには特許庁に出願します。その前からね、自転車 A を製造し、販売していたという事実があったと。出願前からしてたと。こうは、オツの製造・販売行為をさせめることができるか。使う条文は一緒です。さっきのね、特許権の侵害またその恐れがあると。 じゃあ、侵害とは何ですかっていうふうに当てはめていきます。ただ、事実が違うんですね。前頭の事実が。じゃあ、回答をちょっと見てください。結論。えー、できないっていうふうになってます。なんでやろうっていう話なんですけども、ちょっと結論の下ね。法律要件は、公の差し止め請求が、おつの行為が特許権を侵害する事実が必要と。全く一緒です。で特許権の侵害とはっていうのも、全く一緒。68のね。さっきと全く一緒です。 正当理由権限なく第三者が特許発明を業として実施すること。あとは当てはめるんですけども今回は業としては該当しますね。で当てはめ見ていただくと O2 による自転車の生産販売これは事実です。行為ですね。で実施の定義の中に生産販売っていうのはもう書いてあるって考えてください。とりあえず今はもうそれで結構です。 で、これ実施なんですね。で、事業としてすなわち自転車への発明を業として実施する行為となる。これは生産販売するっていうことはまさにそうですね。事業として。じゃあ、あと残りなんですか要件としては。正当理由権限っていうのはまだ判断してないので、残り正当理由権限なんですよ。これがなければ侵害だ。こういうことになります。 でなんとなくね、特許庁に申請する前からね、自分で考えてね、製造販売してるのに、後で質がらんして権利行為するんかいって言うと、ちょっとおかしいんちゃうってう話になるじゃないですか。で、そうやって違和感が残るようなルールというのは、いい法律とは言えません。そもそね。まあ昔から江戸時代でも悪法とかね、いい法、まあ、その、いいルールやとか、悪いルールやとかいうのがあるじゃないですか。 で、まあ今のルールというのはそれなりに洗練されているので、そんな違和感があるものは、まあほとんどありません。まあ少なくとも便利試験で出るものはね、ルールとしてはまあうん、なるほどなっていうのが多い。じゃあね、数年前から製造販売しているという新たな事実というのは、なんかないのっていう話になるわけですね、ルールとしては。79条を見てください、その下ね。79条というのがあってね、ちゃんと手当てはされてます。 あの、戦死要件というのがあって、この要件に該当したら、もう継続して、先に使用していたから、継続して使えるよっていう権利なんですね。で、その成立要件、これもまた要件になります。片括弧1、第一要件は、出願発明を知らないで、自らその発明をし、あるいは、発明したものから教えてもらったと。これは第一要件。 だから特許権者とは別ルートで自分でね発明したのかあるいは別ルートで発明した人から教えてもらったのかこれは原則なんですね。2>, 2番目出願の際に日本国内においてその発明の実施である事業またはその準備をしていることこの2つの条件を満たせば継続使用ができます。 じゃあ、最初のね、産業分が問題分でしたけども、ただし書きちょっと見てください。出願前から製造販売してますね。ということは、実施の事業をしてるんですよ。なので、で、自ら創作しって書いてますね。一番上の行に。じゃあ、1、2の要件満たすやん。 こういう話です。ということは、戦勝権があるっていう話。まあ、いわゆる正当理由権限があるって、こういうことになるわけですね。権利持ってるから。じゃあ、下から3行目当てはめます。オツは自ら自転車 A を創作したため、これ、事実です。だから、こうの発明を知らないで、発明した。 ことになるわけですね。だから第一要件、区備です。で、また、オツは、河の特許出願前から生産販売していたので、河の発明の実施の事業をしている。ということは、選手要件を言うし、河の特許を侵害しない。選手要件、正当理由権限です。っていう答えになります。でね、この選手要件っていうのは、ものすごくね、えー、判例も多くて、争いにいっぱいになってるから、いろんな事例がある。 で、だから、論文試験でもよく出るんですね、担当試験でも。いや、よく出る、よく問題になるものは、実務上重要だから出すじゃないですか。で、なぜ、いっぱいあるかわかりますあの、技術開発ってね、トレンドはあるやろ。例えば、アナログからデジタルになるときに、なんかのタイミングでデジタルでいこう。 こうなるわけですね。そうしたらみんながデジタル、わーっとこうね、開発し出すわけですよ。本当は同じ課題に当たるから、同じ発明が出てくるわけですよ。そうしたときに、肩や出願、肩や出願しなかったっていう場合っていうのは結構出てきてね。じゃあ、出願前からやってるやってないっていうことが結構問題になる場合が多いと。まあ、すごく当然なんですね。これ、選手要件です。まあ、しょっちゅう出ます。いいですね。 まあちょっと頭に残してどっちみち、まあ、勉強します。でね。だからね、所詮ね、法律ってね、専門知識全く言いりません。言葉の意味さえ分かったら、できるから、まあ理系の、ややこしいのに比べたらね、いきなり理系の、例えば画像処理の話をわと何とか変化や言われてもね、わからないじゃないですか、そんなもん、絶対に。で、ベースからやっていかなあかんけど、これ言葉の意味さえ分かったで分かるわけです。全然難しくないで、ね。ですね。ただし、 難しいポイントがなければ誰でも受かるやんっていう話だけどそうじゃないんですねで難しいところはねやっぱり量たくさんあるもう一点制度あの法律要件ってねなんとなくこんなもんやろういうのでね適当に「はい侵害ですわ」言うたらねじゃあ権利行使された人エロに迷惑をくむじゃないですか法律効果出るから。 だから、ものすごく精度が要求される。だから、正確なところを問われるので、ぼやっとした知識だと、答え出ないんですね。じゃあ、精度を上げて、たくさん覚えましょうっていう話になると、必然的に忘れていくじゃないですか。まあ、そこがね、難しいそろなんです。だから、あんな空きバケツにならないように、勉強していかないと、ここはね、何年経ってもできませんっていうことにもなりかねない。ですね。ここは要注意です。 だから、ね、これからまあ講義でやるのはねあの単に法律の内容こうですよって言ったらね、まあ、別に本読んでも書いてあるわけだからそうじゃなくてやっぱり本質的なところこうはなんなんやっていうのはねこれ公平と事業の方うなんですよこれだから出願前からアイデアあるでしょうと思っ考えたでしょうそれだけじゃないですね事業なんです実施してるんじゃないです 実施の事業が要件になっているというか、事業設備の方が必要なんですね。だから、よくね、論文とかで、実施していることって書く人がいるんですね。実施の事業やだけど、それは実施の事業、あ事業がついてた忘れたな、じゃなくて、本来、目的、この規定の趣旨は、事業の後輩を招くのがもったいないからっていう趣旨なんやっていうの分かってたら、絶対ね、実施だけで終わらないじゃないですか。 だから、そういう背景をセットで入れると、お頭に入れるとね、まあ前処理って私は知ってますけども、忘れない。だ要は、100回覚えて100回忘れるとか10回での、ってこういう話じゃない。で、そういう勉強をやっていかないと、早くわかりません。ボリュームが多いからで、ね。で、あとはね、努力。まあそれなりに多いからね、あの、もう効率性を極限まで上げて、で、 それでも忘れます、やっぱりね。で、まあ一定の周期で繰り返すような管理をしていく、いく。ということになる。はい。じゃあ次行きます。6ページ見てください。まあ法律のね、考え方というのはちょっと分かってもらったと思います。便利試験の話ですけども、ちょっと勉強の方法とかね、一般にお話します。で、次財産法の中には、先ほどちょっと説明したように、創作と標識に分かれるんですね。で、丸一 創作です。発明とか、公案とか、衣装で作り出すもんですね。で、その下はね、半導体回路配置権とか、いろいろありますけども、ノウハウも、ソフトウェアもそうです。標識は、まあ、まさにブランドですね。これ、商標です。称号もね、標識になる。 文化的、一番下の丸さん、文学的、美術的創作物。これも作り出すもんですけどこれはね、産業とちょっと関係ない。これ、著作物です。試験は、この事実に、技術的創作物。まあ、衣装はね、ちょっとね、呼び方変えないといけないけども、発明公案衣装というのが、特許を実用資本衣装法で、それから、標識の代表が商標ですね。これは商標法。 これが必須科目になります。4つねあとねまあ植物の新品種とかノウハウとかも想定やとか不正競争防止法著作権法というのが入ってきますで文学的美術的創作物に関しては著作物著作権法ということになりますいいですねだから特実いい章標識が一つ商標で入ってきて 不正競争防止法というのは、創作も標識も両方対象です。で、著作権法の6つ。プラス、条約。国際間の取り決めね。これが試験範囲だと考えてください。これ一番下に書いてますね。国際的保護。というので、パリ PCT トリップスジュネーブ海底協定マダプロ。一番下の行ですね。これだけが、これから勉強するところ。ということですね。だからね、うん 1>, 1科目でも特許でも結構多いのに7つあるでしょやっぱりボリューム的にやっぱりボカッとねでかくなるんですねでそれで精度を要求されるとかなりしんどくなってくるだからねまあポイントはね何かどうするかというとね次のページ見てくださいだからねこれね まず、ね、独,独学でやるとね結構きついのはまずねどこが出るかってなかなか分からないから選べないですね。であとね100回覚えて100回忘れるじゃあそれを10回で済ますってこんなことがね最初から分かるんかい絶対に分からないだから100回覚えて100回忘れる状態で力技でねもうねじ込まないとできへんから非常に大変ですまあ絶対不可能ではないですけどね 方法論1見てください。まあ、江口クラスの講義で書いてますけども、方法論1は、まずね、覚えること減らすことですね。だから、試験に出るところだけ勉強しましょうっていうことです。で、実務を合わせたらね、ものすごい膨大なんですよ。で、実務を合わせて7科目全部できますかっていうと、これはかなりきついですね。まあ、試験に出るところで知れてるので、まあ、ここでこう書いてるのは、こうね。 まあ、あの実務どうでもいい。試験に良かったです。これ、これはね。もう割り切ってくださいね。あの実務で使う部分というのはもう法律で勉強するのが一部ですから。その一部のところの実作業っていうのはすごく多い部分が多い。不正競争防止策はあんまり帰りはありません。だ、特許はもう全然違う。明細書作,作れて言われないやろう。試験でな。事務官処理で。 あのー、特徴の対応の文書作れとかね、訴状作れとか言われないじゃないですか。ルールだけ知ったらいいけども、ということで、範囲を絞る。で、まあ、理解した知識の積み上げが、短期に記憶に頭に残りますよと。こういう話なんですね。でね、あのー、まあ、最初からね、まあ結構ね、なかなかわかりづらいとこだけども、講義受けたら、なんかできた気持ちになってしまう。だけど、 頭に入って初めて到達点がね。到達点というのが分かりにくいっていうのがこう勉強のね、難しいところなんですよ。だからずっと滑ってる人っていうのもおられるし、1年勉強して50点ぐらい取る人もいます。実際ね、いっぱいいる。違いって何やどんだけ頭に残ってるかという話ですね。はい。で、その下にね、えー、担当試験の合格、角度を上げるって書いてますけども、法体系に基づく講義 ということで常に法律の位置づけっていうのを理解するまあこれは私の講義ですオリジナルレジュメに基づく講義ということで、まあ、黒板書きを普通しますねこれは図示した方が分かりやすいからっていう話なんだけども書いて落とすとね時間なくなります基本的にもっと時間もらわないとできませんだからもう黒板書きは全部レジュメという形で渡すですね、まあ、それを優秀してくれまあいい、ね、でコアレジュメっていうのをお配りしてます まあ今は使わないですけど、こういうもんですね。これ何かと言ったら、いろいろ勉強しました。精度を上げろって言われるんやったら、ビシッとした形でね、アウトプットできないとあかんわけですよ。どれを覚えんねん今話です。だから、わーっと本にいっぱい書いてあってね、じゃあ覚えなさい、言われても、これだっらみかわすまで覚えるんか今話になってくるとね、ターゲットを絞らないとダメじゃないですか。そのターゲットだと考えてもあったり、ね。だから、優先順位が高いところで、アウトプットがパッと できる出てくる来ないと、いいけなとところはころれやとです、ね、出ないとそんなもん全部覚えてられません。なるほどね。で、まずどれやねんっていう話、疑問がまずで、絶対出てきます。でね、あの、TTPP ってトータルタイムパワーポイントというのは、1点取んのにどんだけ時間がかかったか。これは常に意識した方がいい。ですね。だから、 私がね、講義を受けるんやったら高い金出してね。まあ、もう30年ぐらい前に受けてましたけどね。毎回、この講義が何点につながるんやったら常に考えるな。点数と女が目的やろ。39点でこう受ねでな、真剣に取る気にならないと、ポーッと受けてるとあまりにも面白くないし、 やっぱりどこまで点数が取れてる、実力が上がってるのか分からないですね。だからそこの可視化がもしできれば、すごくモチベーションというのは上がります。でね、まあ、ここちょっとこう書いてるのは、時間に対して得点、午後三39点としたらね、ポーっとしてるともしかしてこうなるかもしれない。こうなるかもしれません。で、なんでか言うたら、あの、入ったやつ、尻から抜けていったら、 もう上がるんですよ、ね、絶対にでしょだからいかに短期間で頭に残すかっていうと考えないといけないですねでちゃんとした勉強すればこうなるでもちろんねだけどこれがねまあこうなるのかこうなるのかこうなるのか、まあ、それはしゃないとして時間の投入に比例して点数って上がって当然なんですよ というふうに、まあ、持っていかないといけないというのはちょっと意識をしてください。ですね。あの、一番あるのはね、あの、何も私、私は結構あ言いますけどね、何も言わずに、はい、受けてください。1年間経ちました。何勉強したらやったなんかよう分からんけど、受けたら25点やった。なんで25点か分かりません。どうしましょう。ものすごく多いですよ。こういうパターンが。だからそうならんように、一生懸命、 いろんなアドバイスをしたり、悪い例を言ったりするっていうのはね、出てきます。で、多分ね、耳に自分の、ね、あの、あんまりね、今のやってることに対して、ああ、あかん方向へ行ってるっていうのは分かるこも、分かるようなことも言いますけども、それはね、やっぱりトラックを戻してもらうから。そのまま行くとね、あの、どういうかな、何も知らずに25点コースというのは、うん、えらいこっちゃって思わんでもええから気分はいいですね。悪くないですね。 えらいこっちゃ思ったら気分はあんまり良くないですね。わあ外れてる。だけど、それを思わないと、絶対浮かない。だからもう、ここで受けてもらうのは、合格は目標ですからね。合格せんかったら0か1。ぐらいに考えてもらったらいいです。で、次のページ見てください。6ページ、8ページね。で、ここで勉強方法ですけども <laughs>、まずね、まあちょっとね、これがね、なかなかね、実行しにくいのは、理解記憶表現って書いてますね。 で、あの、一旦勉強してね、頭に残ってるかどうかを確認するには、アウトプットしないとわか,かりません。ほんならね、差し止め制御の要件ちょっと言ってみてください。さっきあったね。<laughs> 特許権の侵害またはその恐れがあることなんで、まだ比較的覚えやすい。ただ、正確には、特許権または専用実施権の、 正義試験まだやってないですけど、だから侵害要件は、正当理由権限なく第三者が特許発明を行として実施したことここまで,で、これは正確にアウトプットできないといけないですね。だからこれってね、話を聞いて、頭に入ったかどうかわからないでしょ。で、今、アウトプットしてもらったら言えないの当然です。 その一回で頭に入ったらその黒せえへんわいう話ですね。だからその表現っていうのまでセットで考えると、あ、自分が頭に入っているかどうかでも分からない。分かるわけです。ということはね、今からちょっと言うところでね、一個習得するのに結構時間かかるんです、実は。だけど結構かかってそれは当然なんです。ただね、なかなかできひんから、じゃあもう次行かなあかんで偉いこっちゃって思う必要はない。 みんな時間かかるわけですよ。で、一番あかんのは、もう、アウトプットできへんから、こんなんやってたら次いけへんからって、あ、到達点に立ってない状態でずっと1年、2年、3年、4年、5年ってやってると、じゃあそんだけやったから到達点までいくかというと、なかなかいかない場合もあるんですね。だからそこのところをしっかりと把握して勉強してもらうと、結構、まあ、あの、ばらつきなくね、 ととと点数が上が上るということですもう一点これもねガイダンスに言いましたけども勉強するとこってね出るとこやってくださいいいですねであの担当入門担当まで行くとねターゲットというのを説明しますであの担当試験でもずっと私統計取ってますからどこが出るか大体分かってるんですよテーマねもちろん問題は違うけどもいつも出るテーマで絶対出ます ここ出ますよって教えてもらってできへんのか言うたいなそんなこと普通はないわな。だからターゲットが決まってるところの精度が高さです。だから、要はね、何もね、意識せんかったらね、もやーっとした状態で、この辺の、ここは到達性るのにこの辺で、おやおやおやということで1年経って、一つも解けへんかったっていうふうになるのはそういうことなんですね。そうじゃなくて、やっぱりね、ここって決めたやつの選択と集中でね、ここだけ上げる。 で全部やる必要はないです。もう各特許要件とかやったら全部やらんでもここだけ勉強したらこの問題は解けます。で、1点1点1点で自分は何点解くんやっていうのはどのテーマを習得するんやって事前に決めておいたら45点取る計画ですっていうのが見えてくるんですね。で、最終的にそういう勉強をずっとしてもらうように指導、えー、説明していきますけども、そうやって意識したらどうですか あのね、意識しなかったら、模擬テスト受けるじゃないですか。間違った何々した丸ペケ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 はい、終わりみたいな形になってね、残りにくいんですよ。もう一回やっても、やっぱり間違えるところはある。だけど、テーマ決めてやで。ここはもう、習得したっていうことが、選択と習得で分かって、やったのになんで間違ってんっていう範囲になるとね、あれやったはずやのにってなったら、あ、ここは抜け取ったとかね、ここ忘れ取ったりなったら、もう次の回に、 同じものが出た時にまず解けます。だからね、やっぱりやり方って全然違うわけですよ。だから、力ずくで勉強した人はわっと受かる人は受かるんだけども、そんな力ずくでやらんでもね、仕組みをしっかりと分かった上でやると、すごくね、効率性は上がるっていう話なんですね。はい。方法論、丸さ見てください。まあひたすら真面目に学習というのはね、やっぱりこう、 覚えやすくして前処理をして、10回で済む状態にした上でも繰り返してやってもらわないといけないので、まあ、ここはね、えー、記憶時間の確保というのは必要になってきます。だからもうあの前処理してこれだけ覚えるんやって決めたらね、一分あったらもう復習できますからね。だから一番いいのは、毎回ね、生き返りの時間とかも何を覚えるっていう目標を決めて勉強するとね、 じゃあそこだけターゲットにして一生懸命アウトプットする。ああ、もう家帰ってもできたっていうふうになりますね。だけどそれがないとね、な義務的になんか一生懸命こうレジュメ見てて、ね、バラバラ,バラと見るともう,こうなんかもう,もう我慢して勉強してる形になるわけですよ。もなんかしなあかんねやと。で、到達点がはっきりせないと、なんかどこまでやっていいかわからないじゃないですか。だからそこはね、やり方次第という話ですね。なので、まあエグズクラスの特徴で、 1>, 1年後が可能な講義をしますっていうのはもうそういう仕組みづくりを全部してますじゃあみんな受かってるんかいってやっぱり受かってない人もいるし1年でで50点ぐらいい取ってるる人もいるんですよで。受かってない人をいろいろあでヒアリングしたりすると例えばねこのテーマをしっかり理解記憶表現してでそれがアウトプットできたら1日、ね、過去に家に帰って使えるかどうか確認しないといけない。 ちょうど過去問でいっぱい出てるんやったらそう,う過去もいっぱいあるんで確認したらいいんですよこれでその順番にやっていったら分かるじゃないですかでまあいつものパターンで、ね、もう分かってるんですよ長年やってるからいやそれはねまず全体を俯瞰してからやろうと思ってますとかねで過去問一切しないとかねあの理解記憶表現やけどまあそれはちょっとしんどいからもうちょっと全体最後まで終わってからやりますわとかね それしたらこの得点が取れる到達点が一つもないっていことになるんですね。だからまあ注意しないといけないのは自分からトラックを滑る方向へ外してしまう。っていうことはね無意識のうちにやってしまうので注意してください。いいですね。でもう一点ねあのやっぱりあの難しい試験なんて取ったら取ったらええライセンスだからもうすごいいいことあるからみんな受けてると思うんやけどね。 しんどなかったら、誰でも受かれるとそんな価値ないですね。わかりますね。だからそこそこはまやらなあかんねんけども、一番怖いのは、仕事が忙しくなったり、ちょっとしんどなった時に、逃げ道ができるとね、もう自分で言い訳すんで、これも仕事しょうがないし、忙しいからもう勉強できるのはしょうがないんや。っていうふうに言い訳してずっとせんかったら、それはまあ自分にとってはね、言い訳できるかもしれんけど、あの試験の、 日は待ってくれませんからねだからそういう時こそ必死でね勉強時間がかかってえらいこっちゃから何とかしなあかんという努力をしないといけない時だっていうふうには思ってください。ほら逃げやからねもう絶対ねしんどいことが起こったら逃げたいの決まってるわけですよ。そんなもん当たり前ですそんなもん。もう超自然な現象や。しんどいから逃げるのは当たり前じゃないですかそのね。でまあ逃げとったらええねんけどもここっちゅう場面はねやっぱり頑張らな感じよ。 ですね、はいじゃあ9ページ見てくださいで今ちょっとお話ししましたけどもあのね、えー、一番上から担当試験学習計画ですけども各条文制度の理解っていうのは前処理も含めて、まあ、講義でやりますで、えー、学習計画表っていうのを、まあ、お配りしてますけども まあ、こんなはもう自分でね、もっと詳細なのを作ってもらったらいいんですけどね。これ、重要テーマって書いてあって、新規制とか、まあ、例外適用とかね、拡大洗顔とかこう書いてますね。これ、で出るとこなんです試験で出るとこですかだからここ、ここに対応したコアレジュメの要件というのがあります。まあ、要件を覚えたら答え出るわけですね。 だから、要件をこれ覚えてもらって、これは、暗証できましたかという話ね。その、要件、決めてね。だから、あの、要件暗証できないと、あの、担当試験で条文持って入れないんで、条文見れません。なので、書くやろう。うでね、アウトプットできたと。だから、書こうまで本命にできるかとか解いてみたい、ね。あの、対象ないわっていう話になったりします。で、 これをね、順番にやっていいから、1点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 でこう、っていくわけですね。なので、ここでちょっとお話し,したいのは、過去10年分ぐらいを自宅学習っていうのは、ちょうどね、レックの過去問集を、テーマ別のやつが売ってますから、それでやってください。もうこれ、セットで繰り返すだけです。ただね、頭に入れるときに、ちょっと前処理をして入れないと、 難しいところがあるので、覚える前の前処理ね。あとは条文の読み込みというのは試験前に、ちょっと上から1,2,3,4,7、4ブロック目見てください。9ページ、レジュメ。で、これね、ずっとやってくるとベースができますから、今条文読めたらね、なんかもう、何これという感じになるけども、 そそこそこででききると思うす斜め読みができます最後はやっぱり条文からねでどう書いてあったかっちいうのがポイントになるので1年を通じて特に試験直前って右側に書いてますけども試験前1か月ぐらいは重要なテーマについて条文の読み込みっていうのを最終的にやりますであともう一点実践力というのは、えー、入門の演習とかね担当当練とかまあこの、えー、コースに ついてますけども60問を3時間半で解くっていうのが担当試験ですなので3時間半でで解くって結構きついですねもうあの私がね勉強した時もやっぱり1時間半ぐらいでねもう最初やった時も嫌なってことねもう頭がもう疲れてくるしもう丈夫も頭に入ってないでしょ。でその状態で読めっていうのは結構きつい。 だけど何回か繰り返すとねマラソンみたいなもんでねもう相当読めていくようになってくるだからいわゆる実践の訓練というのは絶対必要です何も分かっていても何かこう疲れたらあの読み間違いをいっぱいするねんってったらそれも実力のうちなんですねで39点取らないといけないのでこれ実践力っていうのが必要ですで一夜間安上がりなのは入門した取り終わったらそのとか著作権法とか 不正競争保障はね、最初の入門基礎ではそんだけ時間がないんですけども、5月に担当試験があるでしょう。で、その問題と解答例っていうのも、特許が出してるんですね。それを3時間半で、一通り、7月か8月ぐらいに終わったら、家でやってみる。で、それが一番なんですよ。自分がやっぱりどういう課題を持ってるのかっていうのを見つけるのは、人こそ,うそうこ,ここに違いますからね。課題が分かったら、それ解決していったらいいわけやから。ですねで。それをやってもらうというのが一番、えー、いいです。 でね、あの、たいね、あの、毎年のこと言うとね、やったらいいですよと言ってね、やる人でたい全体の3分の1ぐらい。<laughs> で、あと3分の2ぐらいしたいややろうと思ってるんですけど、みゃみゃみゃ、言うてね、なかなかね、<laughs> いや、とっちぎくいですよ。3時間半をね、家で時間取る言ってね、これ試験の時間でこっち来なさいとたらやるけども、なかなかできないでしょ。だ自己管理って結構ね、う難しいですね。まああのね、あの、自己管理多分難しいと思うし、最初ね、 大学の時はずっと1年間ぐらい勉強したことあるけど、まあ、今回ずっと勉強1年か2年ぐらいしないとわかるわけですよ。でしんどいな思ったら、ああ、もうこれは当然の話だなと思ってもらったら、まあ、ちょっとは気楽になると思います。自分だけじゃなくて、自分がしんどいってことは他の人もしんどい話ですね。はい。じゃあね、一番下見てください。でね、えー、っと、勉強の仕方が必要最小ではないのに徹底的に理解記憶って資格の枠の中ね。で、不明な点は、 振り解り整理ノートっていうのを作ってもらったらいいです。でね、最初ね、こうわからわから言うてもね、まあ、青本とかいろんな本が売ってあって、で、まあ、チューターで、の制度で聞いたりね、どうしてもわかんないと私に聞いてもらったらいいんだけども、最初疑問点変えても、しばらく勉強したら、ああ、こんなことなんかあってすぐに埋まってきます。いいですね。ただ、わからないところを、そこでね、ほっとくと、次いつそこに出会うのかなっていう問題になるので、 まあそれは潰していかなあかんリストっていうのは絶対作っといた方がいいよっていう話ですね。理解をする癖をつける。はみかけの、えー、上から3行目ね。まあ基本書なのでね。まあどういうことを言ってるのかなっていうのは、まあ、できるだけそのスポットを絞って、えー、勉強する。ただね、あの基本書っていうのは後で言いますけども、一からザーッとうものはあんまりやめた方がいいです。あの最初ね、いややってもいいんですよ。嫌になってくるよ、大体な。 そんな一遍にね、知らんもんをいっぱい頭の中に入れられるかとはできないので、わからんところを実証的に使うんであれば、可能です。で、まあ、理解した内容、コア知識のアウトプットによる、え、記憶定着、使える知識とするっていうのが当然の話ですね。で、記憶すべき情報にアクセスできる環境づくりで、覚えると決めたことについては常にこう回していかないと忘れるので、コアコアレジュメを使ってくださいと。 話ね、で、まあ一番、えー、大事なのは一度間違った問題は二度と間違わないっていうのが大事なんですけども、過去問大だいたいね、どこ行っても3回ぐらい回せとかよく言われると思います。一回ねやって答え合わせしても次また間違うね。っていうことは頭に入ってないっていう話なんですねで。あともう一点。過去問ばっかりやるとね、やる,やるとね、今度過去問に慣れてくるんで、 だんだん前へ進む感が出てくる。で、過去問しかやらん方はもっと滑ります。絶対に滑る。なんでか言ったら、条文よ、前になるからですね。で、答え、条文に基づいて出すじゃないですか。で、過去問って点なんですよ。で、条文は面ですね。だから、まあ、いわゆる、物理とか数学で言えば、問題ばっかり覚えて、定理を全然マスターせえへんとかね。そういうことになってしまうので、 必ず、過去問やるときは、私が最初言ったのは、理解、記憶、表現で、まずは、過去問の重要なテーマを、まずはアウトプットできるようにして、それを過去問で使える勉強、使えるかどうかは勉強するねと。過去問を覚えるんじゃない、過去問で知識を入れるんじゃないよっていうところ。まあ、これはしつこい言いますんで、あの、できるだけ守ってくださいね。はい。じゃあね、あと、 インプットアウトプット A と B の過去問の活用っていうのはもう今やお話した内容なんでちょっと飛ばしますね。で、えー、っとね、もうちょっとで休憩入りますので、あの、使うサブテキストっていうのは絶対にあります。でそれがね、絶対に買っていただかないといけないのは、これから便利士を目指す方へっていう本の11ページ、持ってない人はね、私ちょっと写します。 ね、もうねもうとにもかくにも必要なのは法令集これ絶対必要ですでねあのパテックの本ってこれあるんですけどこれがまあねあの便利試験に必要な条文が全部入っているのでこれが一番おすすめですねでまずこれ買ってくださいいいですね でも、条文を見ないと、条文の戻っで答え出すんやから、条文ありきです。私が何を言おうと、条文に公開いたたら条文です。絶対ね。で、からね、これ一つ。もう一つがね、ちょっとこれはね、今すぐじゃなくていいですけども、主用対象タイプというのがあります。同じパテックのもので、4本並んでるんですね。で、何がいいかというと、特許法がベースです。 で、衣装、実用支援、衣装、商標ってね、あの、特許は11回講義あったら、例えば実用支援は1回だけとかね、衣装は3回とか、そうなんですけども、ほとんど特許の順序なんですよ。順序というのは特許のコピー。で、衣装特有の規定とか、商標特有の規定っていうのがあって、まあ、そこを中心に勉強していくので、特許の内容がそのままスライドして、衣装、商標になっているものがある一目でわかります。 なので、空欄部分がすごい多いんです。で、その空欄部分を何に使うかというと、間違った問題をそこに書いていく。ほんなら、条文を見て勉強するときに、間違った問題も一緒に見るでしょう。だから、一度間違った問題は二度と間違わないっていうことが実現できる。まあ、当然、私が勉強した時もこれやってました。みんなやってます。ですね。ただ、まあ、最初からね、これ持ってくると、条文が 衣装商品なんか飛び飛びなんで、見にくいんですね。で、論文、最初ね、私勉強してるときにね、もうお金もったいないんで、手法対象があったらええわと思って、論文試験もそれ持ち込んでね、やってたらね、衣装商品でね、どこにあるんかいうのが順番にないから、もう探しまくるなあかんわけですよ。だから、やっぱりこれとね、これと、それから、まあ、入門基礎が終わった頃に、これを購入してもらったらいいんじゃないかと。 いうふうに思います。これ必須です。まあ結構ね、こんなちょっとしかない。これで2800円ですか、これ。あんまり出えへんね、本というのは高いんですよ、大体ね。はい、じゃあ、ここでね、ちょっと5分間休憩して、あと、もうちょっと必要なね、本について言及して、で特許法実用支援の概要に入っていきたいと思います。じゃあ、あの、講義の進め方というのは、大体1時間で5分休憩、あるいは55分で、えー、5分休憩です。 えー、3時間で2回休憩という形で進めていきます。じゃあ、5分休憩、休憩します。はい、えー、それでは中間の講義ですね。レジ締めの10ページの続きです。で、えー、項目 C をご覧ください。でね、レックのテキストは、まあ、わかりやすく書いてるんだけども、これ入門基礎のテキストなんで、これだけやっても担当試験受かりません。 情報量は、ま、そこまで入れ込んでない。で、私のレジュメの方はそこまで入れ込んでるんで、えー、きちっとやってもらったらいけるんやけど、その方の情報量が多いです。いいですね。で、テキストは、できれば予習に用いてください。でね、あの、大事なことは、知識を、必要なことを頭に入れるわけですから、理解してね。これ復習なんですよ。大事なのね。だけど、講義で説明したことを、その場でこう、前処理とか、どういう、 え、内容なのかとか本質は何なのかっていうのは本に書いてないことをいっぱい言いますけど、うん、それが理解できへんかったら、えー、予習しにくいですね。あ、復習しにくいですね。だから、それが理解できるかどうかというのはある程度の時間の中で、えー、教える量をそこそこ進まないと全部終わらないから、いわゆる10を教えるところを3ぐらいにしといたらね、こんな楽なことないわけですよ。 あの時間配分を全然気にせんとゆっくりゆっくり説明してね。で、まあ飛ばして飛ばしてやったらええやんという話になるんだけど、これはもう、ええー、一生懸命やろうとする受講生が、にとっては良くないわけですよ。わからんから。ええー、ね。なので、まあそこそこ行った時に、ついてこれたら、あまり予習しなくていいです。だけど、ちょっと早いなって思う時は事前に何するか読んどいたら、当然頭の中に入りやすいですね。まあそういう仕組みになっているので、 ま、そこはね、まあ、あの、適宜ね、えー、復習をする、えぇ、ー、予習をするなりしようが、ただね、やっぱり一通りテキストは読んでも、来てもらった方がいいです。ですね。その方が深掘りもできるし、言ってることをよく理解できると思います。で、次に、えー、絶対必要なのが、工芸所有権築上解説。青本って言います、一般にね。 ちょっとこれずれてますけども、工芸所有権築上改正22番で一番最新の改正まで入ってますが、こっから出るんですよ。基本的にね。で試験官はこれ見て、えー、問題を作ってる分が多い。特許庁が主催の試験で、特許庁が書いた本やから当然ですね。青本の内容がもし間違ってても、論文でそのまま書いたら青本で書いてあるからしゃあないな、いう話になるんでね。いいですね。で、次に、 解説特許法の第7番というのは、これは私が書いて本、書いてる本なんですけども、特許法がものすごく大事なんですね、やっぱりね。で、えー、担当試験の60問中特許は20問です。ただし、特許法の、まあ、いえー、こぼれ問題というかね、まあ、特許の内容を順応しているような問題が、著作権法とか、不正競争が異象法、商標で出るので、実質的には25点分ぐらいあるんですね。 その骨格をきちっと理解しようというのであれば、この本はちょっと分厚いですけども、まあ辞書代わりに使ってもらえないけども、一応この行為に従ってね、まあ実務的なこともちょっと書いてますけども、書いてるので、行間があまり空いてないから分厚いだけであって、まあところどころピックアップして読んでもらうにはいいです。ただね、これちょっとね、令和3年の改正をね、ずっとね、もう今ちょっと書き終わったところで、 販売売されのは5月の末か6月頃かな。あまあ、それめどに、ええー、購入してもらったらいいと思います。たちょっとね、ネックナンは高い。6800円か9000円ぐらいして、やっぱりこうちょっとしか出ないから、あのー、それぐらい取らんと出版社がね、儲からない,い私はそんな全然金持てませんけどね。ただ作るのに、多分ね、最初から、えー、さ、あれし、えっ、ー、とね、時間と、 えー、もらうね、報酬、加味してもね、時給300円ぐらいだと思う多分、ね、めちゃめちゃ時間かかってます。全部調べてか,かなあかんからね。これ大変なんですよ。だからまあこれ読んでもらうと、特許の内容よくわかると思います。であとはね、判例講座というのはたまにあるので、まあ、判例も一通りどっかでやらないといけない。ポイントね。まあこれはもう今はに気にしたこといいですで。実践力に関しては、とりあえず当面で、ね、各テーマが終わったら対応するテーマの 過去問をやってください。ただ、過去問を読んでわからんから答え合わせて知識を得るって、これダメです。あんまり効果がない。だから、ちゃんとテーマの要件を覚えますね。で、ある程度暗証できたら、じゃあその知識が使えるか、ですね。で、過去問で試してみる。で、これは成果が出ます。いいですね。だから、要はね、過去問やってわからんところを一生懸命調べて知識を入れるのと、前もって、 要件の知識を入れてから過去をやって、フォローをちょろっとするんで、あんまり時間的に変わらないんですよ。その割に、えー、過去問だけや成果が全然ないのと、やり方変えるだけで全然そのね、効果が変わってくるんで、これ絶対に守ってくださいね。いいですね。あの、守ってくださいねって言ってもいつも守らない人がもう半分ぐらいいるんで、もうあの、できるだけそこはね、みんな守ってください。いいですね。はい。 じゃあ一応ね前置きはこれぐらいにして「の内容に入っていきます。REC」のテキストは11ページですね。でね「東京」ってね1条から2百4畳まであってすごいボリュームが大きいです。まあ今日はちょっと法令書使わないですけどもなのでね大事なことは知識の整理性等なんですね。 で、整理されていると、えー、っとね、知識の置き場って、勉強した時の置き場っていうのがはっきりするし、知識も持ってこやす、えー、これやすいですね。なので、大きくね、特許前と特許後に分けます。で、えー、一番上の編みけね。で、特許前、特許後に分かれるんだけども、審判訴訟という切り口、右下。それと条約。この四つです。 大きくね。でこれはもうね、最初の一番大きいインデックスだと考えてください。引き出しのね、一番大、えー、大見出しの名前ね。なね。特許前と許はすぐ分かるでしょ。特許する前と特許後やから。で、特許前は大きくね、三つに分かれて、特許要件と、これは特許するための条件です。新規性とか新法性とかね。それから、特許前の法的法。 これは特許されたら特許権が発生して保護されるんだけども特許を受ける権利とかね、まあ、いわゆる発明を売買打ったりあるいは職務発明について会社が原資金取得したりその報酬はどうなるんやとかこういう取り決めですねで、もう一つが手続きこれは弁理士の手続き大事ですね出願から、えー、特許されるまでの手続き ま、この3つ。でね、あの、論文の試験も、この3つから、必ず、三つというかね、特許前と特許後で必ず、論文の試験は2問あって1問ずつなんですよ。必ず分かれてます。で、これはおそらくね、試験官が、担当がね、特許前の担当者と特許の担当者が分かれてるからだから担当試験も、当然、特許前と特許後で多分10問ずつ出てるはずです。 審判訴訟も特許前と特許も分かるんですよ。いいですね。だからね、まず引き出しとしては特許前はこの3つ。で、ここから絶対出ます。で、その中で、手続きにですねちょっとね、もう今から頭に入れててもらったらいいので、説明すると、まずね、一番左側ですね、の下ですね、四角のここで出願ってありますね。縦、ありますね。 出願しないと権利は取れない。時許に時計出願するわけです。で、二つね、マイルストーンがあって、三年以内っていうのはちょっと丸をつけてください。三年にね。まあ、この辺はもご存知かもしれないけども、出願のちょっと下ですね。ここねあ。ちょっと画面のところ、ここです。三年。で、その半分の一年六ヶ月。 まあこれは覚えやすいですね。3年と1年。でね、どんな風になってるかというと、まあこれ出願書類の話とかいっぱい出てくるんですけども、出願してね、3年以内に出願審査請求という手続きをしないと、一律取り下げになります。そういう制度なんですね。で、出願審査請求をしたら、ここで審査官が初めて登場して審査をします。何を審査するかというと、この特許要件を審査する。 まあ、わかりやすいですね。で、流れとしては、その3年の半分、1年半で一律特許出願の内容を広報に掲載します。出願公開と言います。これは、法目的上非常に重要な制度になってくる。まあ、後で説明します。だ3年と1年半というのはもう覚えてください。いいですね。それから、審査請求しなければ取り下げですけども、 実態審査の最終結論を査定と言います。査定ね。査定。ちょっと下です。査定。で、査定には2種類ある。当年ですね。特許するかしないかだから。だから拒絶査定と特許査定がある。で、拒絶査定は審査の最終判断。特許査定もね。 でいきなり拒絶査定は酷なので、拒絶査定をするときは一度ね、通知をしてくれます。これ、拒絶理由通知と言います。共絶理由がある場合ね。出願人は、それに対して意見書と補正書で対応できる。で意見書は審査官の判断は間違ってる。まあ、よく間違ってます。あの、技術内で間違うとるときもあるし、まあ、論理付けがもうくちゃくちゃなときもよくありますね。 一点相違点が判断できてないとかね。山ほどある。審査官が判断したらちゃんとしてんのにちゃんとあるけど、それぐらいね、技術は複雑ですから、結構難しいんですよ。で、補正書というのは、最初広めに権利を申請したけども、広いほど先行技術が出てきやすいでしょ。でちょっと厳粛して、えー、権利化するという意味で補正ですね。 で、それ以外にも、出願にままあ、ここでちょっと割愛しますけども、分割とか変更とかね、まあ、権利を取りやすくするための手続きがいくつか要求、えー、認められている。これってね、担当式でしょっちゅう出るんですよ。弁理士がする手続きだから。ですね。ちょっと今、大枠の話をします。で、えー、査定が最終処分で、 特許査定の時すぐに特許されることはそうじゃなくてね。もうここは細かい話ですけども、きちっと覚えてもらわないといけないのは、査定をした後、出案人に当本が送達されます。で、送達という言葉も送付と違うんですね。これ法律用語で確実に届けるための手順っていうのが法律で決まっている。なんでか言ったら、送達から30日以内に、 特許料を直しないと却下になるんですよ。で、これミスるとね、終わり。だ期限管理ってすごくね、特許実務では大事になってもるですね。まあ今、電子質感ですから、まあワフローみたいなのバーンと来るんだけども、納付して初めて設定登録されます。現場に登録して。で、公示されて初めて、ここの特許権が、設定登録から特許権が発生するわけですね。 はい。これがね、まずね、特許前の話。で、ちょっとね、理解、記憶、表現やね。表現してみてください。出願してから、最終判断は何でしたっけ査定やね。これをちょっと覚えてもらえたか。で、査定が出てきたら2種類ある。これわかるやろ。特許査定か給育査定ですよ。 でえーまあ、その前に出願してから3年とマイルスンがその半分があって3年で出願し座請求して実態審査しなければ取り下げる1年半で一律出願公開挙手査定するときはいきなり最終判断は酷なので通知何の通知ですかそれは休述理由があるから休述理由通知しますよとこれは出てきますね で、菅人は、まあ、基本は意見書と補正書で反論できると。こういう話ですね。もう一点。まあ、こういうのはね、ちょっといきなりね、言われてね、知識を入れて、アウトプットしようとすると、眠たなっていことった脳がな、もう休ましてって言ってくるね。でも、あんまりしんどいとね、勝手に寝てしまいますね。<laughs> 特許査定があったら、当分が送達されてきます。 相達はちょっとね、ま、あとずっと出てくる。多分自然に覚えます。そこから、30日以内に、まあ、特許料も何年ってあるんだけども、納付して初めて設定登録というのは公示するんですね。みんなに公示しないと、勝手に実施者侵害になりますから。で、そこで初めて特許権が発生しますよと。こういう話ね。じゃあね、特許の話します。 まあ、特許権のお話がもう大半になるけども、大きく5つですね。で、11から15のところでやりますけども、特許権は、権利の話っていうのはね、あの民法で出てくるんだけども、法律やってない人って初めてになりますね。でね、だいたい4つに分かれます。権利って、まず、どうしたら発生すんねん。 発生。でから、どんなパワーがあるのか、効力。2番目ね。まあ、レジュメメモってみてください。まあ、効力は制限もあるわけね。あの、先ほどやった戦勝権なんか一つの制限。でね、数万枚から実施したら、健利していけん。と、こういうことですね。それから、移転。まあ、移転どうにすんねんと。で、消滅。まあ、生まれてから、 消滅っていうのは二つすぐ出てきたあと中に入るのは何なんやと、効力と、それからまあ、移転だから、移転ですね。主体の変動ですね。で、あとね、共有。これは十二。実施権、ライセンスの話。は、まあ、かなりボリューム多いですよ。一言で言ってるけど。で、から、存続感。それから、侵害。だから、ここの五つの引き出しに埋めていけばいい。で、この五つの引き出しちょっと覚えてください。もうね。 で、こういうときってね、まあ、いろんな覚え方があるんやけども、まあ、例えば、特許自尊心は覚えられるね。特許。で、自、特許共有。自、自資権。尊存続感。真は侵害。ですね。侵害というのは民事訴訟の、侵害訴訟の話が15章で来ると考えてください。損害賠償請求とかね。これがね、引き出しなんですよ。 だから引き出しさえあればこの引き出しがあったなと思ったらそこをトリガーにあ次困難があったなっていくつか出てくるんですねそうなると今勉強しているのが今どこを勉強しているのかとか全体の枠の中のどこやってるのかっていうのがおおよそ見えてくるだからそれを、えー、しっかり認識することによって知識も引っ張りやすくなってくるんですね 特許自尊心をここでやります。かなりボリューム大きいです。それから審判訴訟を見てください。基本的に不服申し立てって考えてもらったらいいです。ここね、えー、教室査定の後の話してませんけども、同じく当本が送達されて終わりかというと、不服申し立てを審判請求という形で行います。 で、教室査定に対する審判請求ですから、教室査定の審判請求ですね。とだね。だから、無効審判って書いてるのは、いわゆる特許に対する不服申し立てみたいなもんですね。だ一旦特許が成立しても、あの、先行技術って特許庁の審査官が調べるという限られてますほとんど特許広報ですから、論文とかいくらでも調べたら出てくる場合がある。で、それで潰す。これは無効審判ですね。 ま、訂正ちょっと飛ばします。それと一番右下にある最終判断が新血なんですけども、不服がある場合は新血取消訴訟を東京高裁に提起できます。これは弁理士が単独で訴訟代理人になれる手続きなので非常に大事です。まあ、あの、これね、私もね、もう十何件やったことありますけども、 かなり、やっぱり説得しないといけないので、新血の間違いっちいうのをね。だから、もう最初に筋がバシッと取ってないと、勝てない。ですね。で、あと条約。まあ条約はね、そんなボリュームは大きくないですけども、いわゆる条約の科目があって、それを特許法で対応している規定なんですね。だから、衣装にも、実用新案にも、商標にも、条約関連の規定というのが必ずある。 一点大体出ます。一個ね。はい。じゃあ次、13ページ、ージ見てください。だ今ね、パパパッと言いますけども、攻め、まあ、特許前、特許後、それから条約、えー、審判訴訟、条約。この4つは、まあ、覚えられますね。4つぐらいはね。もう覚えてください、今ね。じゃあ次、法目的の、えー、法体系的な話をします。次のページ見てください。これね、法目的っていうのは、ルールの目的、 っていうのがあるわけです、ね、何のためにそのルールを作ったんだっていうことですね。でえー、と今日の1条に目的が書いてあって上から4行目見てくださいちょっといますねこの法律は発明のほぼ及び利用を図ることにより発明を奨励しもって産業の発達に寄与することを目的とするこれ条文そのものです目的は産業の発達ですねまあここにある どうやって達成するんやっていうと、2条以下が具体的な手段になるんだけども、大枠が1条に書かれてます。何ですか書いてますね。保護と理由を図んねんと。そうですね。保護と理由を図るんだと。じゃあなんで保護と理由を図ったら、産業の発達につながるのかっていうと、 まあ、ここはちゃんと理解してもらう必要があります。でね、まあ、ちょっとね、説明がね、いろんな説明のやり方があるんだけども、産業の発達は、どうやって、ええー、発達してきたかっていうと、改良ですね。まあ、もちろんね、上機関みたいなのがパーンと出てきてね、人力から上機関で、そこからこう、来年期間ができて、で、今、情報社会でってこうなるんだけど、改良じゃないですか、順番にね。まあ、 でその時にじゃあ早く改良が改良サイクルが早ければ産業の発達が早く達成できるとこれは分かりますね改良というのは新しい発明がの情報が出てきたら改良っていうのが出てくるわけですということは新しい技術を早く公開したらいいわけですねなので利用のところを見てください 左下に利用ってありますね、ここね。ここに利用ってあるでしょう、これねで。一番大事なのが、利用の中でこれなんですね。文献的利用と。早期に最新技術を公開すれば、改良発明がの即、えー、周期が上がるで。まさに先ほど説明したこれです。 出願したら、何年で公開するんでしたっけ ?1 年半。だから、最新の発明が1年半で広く公開される。で、投業者が実施できるように、中もものすごく詳しく書いてあるということは、それを利用して次の技術が生まれるわけですよ。まさにここです。産業の発達を図るのはね。もうほとんどこれ。 ほんならね、これ早く公開するから、えぇ、ー、出願したら産業の発達するからみんな、出願してくださいと。ほんでな、あのー、産業の発達素晴らしいことやから、どんどん出願してくださいと。出願したら真似されるわね。からすごい投資して真似だけされたら誰が出願するのん話になるやろう。なので、出願に見合うね、えー、保護を与えないと、誰も出願してくれないわけですよ。どんな保護が必要なんやっていうと、 こめね、保護が必要です。あの、出願したら1万円もら、もらえたら出願するか。そんないらんわんいう話やな。だ真似されたらそんなもん1万円では全然元取れない。だから出願公開しても元が取れる保護っていうのは、これなんですよ。独占。いわゆる独占権を 与えないと、まあ他の人ができない。でないと、公開に見合う保護にはなりません。だから最高の保護でないと誰も出願しないという話なんですね。じゃあね、保護が厚ければいいんかいと、それは当然保護が厚ければ発明がね、えーの創作は奨励されます。だけど、じゃあ保護の厚さがね、出願からね、500年保護した場合あ言うたらね、どうや。 誰も実施できんやん。エジソンの電球はもう今なくなりましたけど、ね、LED で。電球はあるまでずっと保護が独占が、GE がつ続けてるいう話なんで、これはまずやる話だね。なので、質は最高にする代わりに、バランスを取らないといけない。ここね。存続期間。その代わり、量で制限しますよと。質がから20年ですよと。 これでね、出願から20年だったら、その代わり自由実施。まあ利用が促進されるわけですね、ここでね。まあまさにここです。保護と利用のバランスというのはこういうことになる。で、出願から20年が長いか短いかっていうのは、比較対象があればすごいわかりやすいと思います。著作権。どんだけ保護ですか創作者の死後、70年です。 30歳で、その人が、ええー、まあ、例えば小説で素晴らしいものを作ったりしますね。まあ、音楽でもいい。ずっとデッチ作権があるわけですで、亡くな、まあ、100歳で亡くなったら70年間保護されて、さらに70年、140年。めちゃめちゃ短いこれ。<laughs> ね。だからこれ産業の発達を目的とするから、もう、可能な限りバランスを取ってる。と、こういう話しないな。だ20年間しか保護されない。 ただ20年間あったらね、やっぱ新しい技術が出てきて、まあ、20年もあったら十分やんという話だから、まあこれで保護の利用が図れると。こういう話なんですね。まあ、あと、手続き上の保護とか、まあいろんな保護があるんだけども、この骨格をね、ちょっと頭に入れておいてください。いいですね。だから、素願公開制度というのは、特許法の根幹をなしていると。こういう話だね。だから、そのね、 12ページ見ていただくと、あとはね、特許を受ける権利とか、実態上の保護の下ね。手続き上の保護としては、補正とか、権利を取りやすいような規定を設けてる。だから、特許を全体を見たときに、保護の規定なのか、利用の規定なのかっていう、また別の切り口が出てきます。もちろんね、その、定義規定とかね、 まあその中間に位置するような規定もあるんだけども、大枠は法なのか、利用なのかっていう話ですね。で、バランス。で、このバランスという観点で、その法律の解釈がいろいろとされます。だから法目的っていうのは一応頭に入れとかないとあかんという話なんですね。だから例えば職務発明って、まああの理系の人が多いと思うので、まあ私も職務発明してね、最初技術者やってましたから何ぼか金もらいました。 ただあの実績保証も、あれ何のためにあんねんって言うとね、発明者が弱者やから保護するんやっていう側面はあるんだけども、本来の目的は産業の発達ですよ。発明者を保護するためじゃないんですよ。産業の発達のためには、発明者の保護が必要やから。ただし、使用者と発明者のバランスを考えてます、従業員のね。で、零細企業全く保護してないですね。あれね。 なんで発明者を保護するかというと、日本の法律の、えー、ごめんなさのもう90数パーセントは企業の従業者の発明やろう。その人たちがやる気なくしたら、発明勝利できへん。ということは産業の発達は下がれないここから来てると。こういう話なんですね。だ全て本目的の下で、えー、法律の解釈というのはされていく。次のページ見てください。じゃあ保護対象を見ていきます。 あのね、テキストの11ページの項目的のところを私が説明したことが書いてます。12ページをテキストを見てください。まあ、シーソーになっているのは、17ページね。保護が厚すぎ、え、12ページですね。テキスト。保護が厚すぎてもあかんし、保護が薄すぎたら利用が図れないからバランスですよと。こういうことですね。 一番上のシーソーね。はい。それではテキストの12ページの発明とはでありますね。で、えー、保護対象をちょっと見ていきます。中3、14ページ、レジュメ見てください。まあ、発明という言葉は、まあみんな、えー、もう有名な、有名というかね、まあ、親しみのある言葉ですね。みんな知ってます。 で、ただね、特許法上の発明っていうのはきちっと定義がされていて、その要件に該当しないと保護されません。上から3行目。レジュメね。13ページですよ。自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを言う。こういう定義です。で、それぞれの要件に当てはまらないと発明にはならないですね。で、ザクッとしたところ。 特許法で保護される発明は、まあ私が今言った内容なので、方法とか材料とかプログラムも自然法則を利用した技術的思想の創作になるので保護されます。で、実用新案法の話がね、まあちょっと出てきましたね。簡単な、えー、創作を保護するんやと。で、保護対象がね、あの、ぶちょっと左上のね、実用新案 物品のの形状構造組み合わせっってていうのが上下に入ってきます。にかかる考案なんですね。自然法則技術基礎創作というのは共通なんですけども物品の形状構造組み合わせにっていうのが入ってくるので簡単な、まあ、ちょっとした工夫を保護しようというところから来てるわけですよ。まあ、いわゆるもねもともと産業革命が遅れたから明治維新後にねまあ いわゆる欧米列強から日本の技術を保護するために中小企業とかね、まあそういう零細的な簡単なものを保護するために設けたと。そこから来ています。なので、方法材料プログラムの対象外。まあ、こちらは一番大きいところですね。ちょっとね、ここね、三つ要件があってややこしいですけど、ポイントだけいきます。まず、自然法則の利用でないといけない。 だから自然法則っていうのは不変なので、上から3行目、反復可能性っていうのが絶対にあります。これは余計になります。でね、利用したいものの例としては、自然法則でないもの。えー、っとね、片学校1ですね。数学の理論とか、ビジネス法。 こういうものはね、基本的にはなりません。発明にね。まあちょっと画面も映してますけども、ここね。ここのところは自然法則自体とかにならない。もちろんね、金融とかビジネス方法もね、まも、あ、物とうまいこと絡めればね、あの、特許に何もでもできるんですけども、基本的に純粋に人的な取り組めになりません。自然法則自体はならない。ということになりますね。 まあこの辺の具体例を知っておくことによって、まあ、ある程度、ポイントがわかるということになります。でただね、あのまあ、細かい話としては、まあ、自然法則についての認識は、ね、いらないとか、要は実験で反復可能性が出てきたら理屈は分からなくても発明になりますよとかね、いろいろなポイントはあります。 じゃあ次は、二つ目の要件。技術的思想ですね。14ページ見てください。でね、あの、技術という具体的である必要はないが、ある程度具体性のある抽象的な概念ってアメリカに書いてますけども、わかりにくいですね、これね。まあこれ本に書いてあるんですよ、こういうふうにね。でね、あの、ポイントね、 具体性がなかったらあかんと。だ技能とかコツとかは具体性がないので、日本では発明にならないし、というのが、丸二を見てください。3つの例があって、1つ目ね、有用じゃないとあかんという話なんですね。なので、何か見つけたけども、用と新しい材料ですと。用とかわかりません。 新しいですこれ発明にならない。異様性がないから。技術的思想ではないっていうことになります。ですね。まあここ非常に大事なのはね有用性が必要ですよと。そうするとね例えば特許請求の範囲をものすごく広くとってね例えば野菜ジュース。でこういう条件で、えー、できた。 成分からなら野菜じゅうほんなら、酸味がなくてすごく飲みやすいってなりますね。で、効果が書いてあったと。ほんなら、その条件で、すべてその効果が出るんかっていうとね、広すぎるね。広すぎるということは、その、えー、技術として書いてないものまで、発明でないものまで含んでますって、こんな形になるわけです。 ですよ。だから、有用性があって、初めて発明だと考えてください。有用性がわからんようなものを出願すると、拒絶されるって、こういう話ですね。で、それがわかるかわからないかというのは、実験データでサポートされなかったらあかんとか、まあそういうふうになってきます。まあちょっとこの話はね、記載要件の方までやりますけども、客観的伝達性。まあ、技的なもの。 具体性がないもの例えばあのー、あらゆるサイズの足にフィットする靴これ出願したとしますねでまあそれは別にダメなわけじゃないんやけどもあったらいいじゃないですかでどうやって実現するのんどこにも書いてないとこれは単なる願望の表明っていうねあったらいいなっていうのを出してもダメですよこういうことですね創作 3つ目です。ここ今はもうザクッとで結構です。新しく作り出したものっていうことですけども、ただね、ちょっと特殊なのは、人間の病変のね、原因となる遺伝子自体は、わからなかったものを見つけたっていうことで創作に日本ではなります。 単した化学物質もも従来かからあっったたたんやけども今でで発見できとだ、これは国によって違って、アメリカなんかこれ一切ダメなんだ。ですね。もうそこにあるもんやないかっていうことで、自然物やいうので全部あると。っていうのも、それも時代によって変わってくる。まあ、それ考え方次第ですけども、まあ、抽出っていうのが創作になるっていうふうに言われてます。これで3つやね。定義の上から3行目見てください。自然法則の 利用技術的思想創作あとコード実用新案の保護対象は公案なんですで特許は発明ですで公案との違いはコードいうのが定義に含ままれてませんでこれは違いを明確にしただけであってコードが云々がね要件に入ってくることはまずない ですね、だから単に違いを示しただけっていうふうにまあ一応解消されているまあ最終的にはねあの出てきたものがいわゆる発明なのかそうでないのかっていう認定をねちゃんとできないと取れるものも取れなくなるでしょうだからここの、えー、基準を知ってるというのはすごく大事でねで時代によって変わってくるんですよでビジネス方法もソフトウェアにしたら 発明にしたら一定の条件を満たしたらいけるとかね。最近はね、ビジネス方法でも、まあ、いわゆるいきなりステーキとか、あの、あれでしょ、あの、グラム売りのね、あんなんも道具を、ハードをポンと入れたら特許になる。発明性を認めるとかいうの判例があるんで、ああいうのは実務はしっかりしとかない、しとかないといけないですね。で、便利試験はそこまでいりません。まず聞かないですね。そこまではね。はい、じゃあ次のページ見てください。 今ね、保護対象も特許要件の一つですけども、特許要件というのを、えー、特許前に三つあって、特許要件と特許前の法的保護と、あとはね、手続きな。で、その中で特許要件。ここで知っておいてほしいのは、限定列挙っていうことで、ね、一番上に書いてます。で、これは何かというと、列挙した ででしか拒絶できませんよってこういう意味です、まあいわゆる客観性を持たせるためですね、まあ、具体的に条件を列挙してるんですよ例えばねあの産業の発達に役に立たないもの拒絶しますって言ったらなんやねんそれっちゅう話だってかなり恣意的な内容が入ってくるので。 えー、客観的な判断ができないですね。だから、できるだけ客観性を持たせるためと。審査官の恣意的取扱いの排除っていうのを右上に書いてます。限定列挙だけ覚えていてください。まあ、ここの内容はね、また本論でやっていきます。次に、手続きですね。まあ、ちょっとね、手続きは詳しめに、全体像で説明しましたけども、 レックのテキストの14、15ページも一緒にご覧ください。よろしいですかでね、十五ペレックのテキストの、テキストの14ページの左上に手続きが並んでますけども、これは私が全体像として説明した内容を列挙したもの。 いいですね。出願公開があったり、出願者席があったりね。で、その中で、えー、っと、テキストと一緒に見てほしいんですけども、十八テキスト16、えぇ、ー、例示名ページ。手続きです。いいですね。で、まあ、最終判断は査定で、マイルソンが3年と1年半があって、で、最終判断が休日の場合は通知っていう話をしたあれです。で、まず最初の出願のところはね、出願書類、 が、当然出てきます。で、何かというとね、願書と、願書って何でもない大学受験の時も願書を出しますね。ビニー試験の受験も願書出す。はい、それです。願う書類ね。で、明細書。これ、発明の内容を開示してます。特許請求の範囲。権利範囲を定めます。全部文書ね。必要な図面。必須ではありません。例えば、材料の発明なんか図面いりません。科学構ー式になりますから。 で、電気会はだいたい図面がないと分かりにくいですね。で、要約書。まあこれはね、要約書というのは、出願公開した時に内容の概要をね、説明した文書。権利配と全く関係しないです。まあ単なる情報検索のための書類。これが出願時の書類です。これ作るのがね、まあ弁理士の大きな仕事になりますね。 でね、あのー、レックの回、えー、テキストの、願書。まあちょっとイメージ、ちゃんと、えー、サンプル出してくれますけど、こんなんです。特許、願って書いてあって、まあ書士的事項が書いてある。出願人とか代理人とかね。で、明細書っていうのは、次の15ページの、真ん中に書いてます。名称、 分野、背景技術、先行文献、上から特許の概要。で、それは課題と手段と効果。でね、課題と手段と効果ってさらっと書いてますけど、これすごくね、権利範囲の解釈にめちゃめちゃ重要になってきます。発明の認定にも必須ですね。まあ、この辺のね、ところが結構難しいとこなんで、えー 明細書実務をやり出したときにね、書くのはね、書くのは難しいですよ。あの、ごちゃごちゃした発明者のね、陶芸書をべしっとした形に直すな、あかんからしんどいんやけども、権利書になってますか、かいたらね。な、最初はなかなかなりません。特許査定を選ぶのは簡単ね。権利行使はまた別なんですね。で、まあその辺のところが結構、まあ実は難しいんだけども、これが大体まあ、 20ページとか30ページとかなる。ね。まあ、特に実施形態とか書くのにざーっと発明内容を説明するので、いわゆるこの役割っていうのはね、発明者としては、特許権、特許参人としてはこれない方がいいんですよ。真似されないから。だけど、法目的を達成するには、これ公開しないと、技術者がね、その発明どうやって作んねんとか分からないじゃないですか。か一番ええのは特許権者にとっては、権利範囲だけ、 示して、内容を示しません。真似されるんですこれはベストなんですね。それはあかんと。だから、からこの書き方っていうのは、もう実体要件になってます。法目的と直結するので、法目的に沿っ、えー、要件に沿った書き方をしないと、系列向こう理由になると。この話ですね。明細書。で、特許正規の範囲が一番下ですね。言葉で、構成を特定していくことになります。基本的にね。必ずしも構成を特定しないといけないとは限らないんですけども、 見てください。例えば合成ゴム。テキストの15ページの一番下ね。ちょっと読むと。合成ゴムからなるグリップ部と、エラストマーからなる、エラストマーからなる本体等を有することを特徴するボールペン用軸。だからボールペン用軸の構成がこの二つからなりますよという話なんですね。だからこれを含むものが権利範囲として、 ものを権利範囲として特許を申請するとこういう形になる。だから言葉で説明することになるから大事なのはね、用語の解釈で揉めるんですね。いい言葉の意味っていうのは広くも狭くも解釈できるから、こういう話です。ですね。<laughs> 必須処理です。次のページ見てください。レックの16ページね。 図面。これはね、あのー、材料以外は、あるいは方法の発明以外は、図面がないと、あった方がわかりやすいですね。図面。まあ、要約書っていうのは、発明の丸語、概要を記載した書類です。で、これはね、権利入と全く関係しません。開示も関係しません。でね。 まあ、質問公開のために概要を示すための書類なんですね。で、買い方が下手くそやったらね、長官が直して質問公開するっていう形になってます。誰がっていうのは結構大事なんですね。でなんで長官かというと、事務を、の総責任者が特許上長官なんですよ。ですね。で、実態審査の総責任者は行政機関は審査官です。 だから、長官は口出しできません。そういう機能ないやろ。ということですね。まあ、実際予約書はね、あの、長官一人しかおらんから、こんなん書くんかいってこんなことしません。審査官が長官の代理として、作りをね、チェックをすると。いう話ですね。はい。で、次に、えー、っとね、16ページ、レジュメ。 まあ、レックの回答、えーレックも、テキストも書いてますけど、レジュメの方を見てください。ポイントだけいきます。で出願すると必ず方式審査をします。まあ、方式っていうのは、実態審査をするのに必要なね、まあ、書類とか揃ってるかどうかっていうのを見るんですね。不備なら補正命令、補正指令、で、従わなければ出願却下ということになります。何でも方式審査でするでしょう。便利試験の 願書も、方式審査をしますね。で、私がね、あの、弁理試験でもずっと前ですけども、平成3年かな。僕だったら平成3年だから、だいぶ前ですけどね。あのー、写真貼らなかったね、あれ、替え玉やったらあかんからね。だから、写真屋で写真撮るのもったいないから、家でね、パチって撮ったら、冬飲出で,で、現像したやつ、ポイッと貼っといたらね、こんなの黒って見えへんと、補正せみたいなことで、電話かかってきましたね、これ、職場にね。という補正命令です。 で、これは、もちろん、修正したらいいという話です。で、出願から1年6ヶ月で出願公開でしたね。1年。これ、実はもう、法目的の達成のためにはめちゃめちゃ重要な制度だと。で、もちろん公開する内容がね、投稿者がわからんような書き方してたら、利用できないじゃないですか。だから先ほどの明細書に、こんな風に書きなさいという記載要件があって、満たしてなかったら、拒絶。 特許されませんそれは公開代償として権利を与えるのに公開せえへんやったら権利を与えへんでってこういう話ですねはい出願審査請求3年以内に請求なし取り下げです3年以内に請求したら特許要件を実態審査するこれは審査官がしますで実態審査拒絶理由があれば拒絶理由通知さっきやりましたねなしなら拒絶査定解消しないなら拒絶査定で 共通流通知というのはね、必ず最終判断に際しては、一回弁明の機会を与えなさいって、こういうことになってます。で、仮に、例えば審判は、共通査定に対する副審判でしたね。そこで弁明の機会を与えずにね、共通審決したら、取り消し理由になります。審決自体に問題があるっていうふうになるんですね。で、じゃあどんな場合やねんっていうとね、例えば、 昔はね、ええー、私がやってた頃は、最初、特許をやり出した頃はね、ま、あの、拒絶理由通知ってあるでしょう。因例のね、内容だけ書いたの、ね、ぺペッペッって。理由何にも書いてない。で、それは変なこと書いて、あの、ボロが出たら嫌やからって書きこらへんねん。だから一から読まなあかんんですよ。で、今はね、きちっと本が発明一点相違点。で、なんで進歩性がないかって書くでしょう、きちっとね。 あれをね、審判官が、教育者と審判で、その一致点相違てを明確に書かずに、昔ながらのやり方でね、教育審ってこうしようってんやん。あ,あ、拒絶流通値を負ったんですねで。それに対して反論してあかんかったから、拒絶審決。で、審決取り消訴訟ではあんなもんは、まあ、弁明の機会が与えたことになってないから、手続き上の問題があるっていうことでね。弁明を実質的に拒絶流通値を負ったけども、与えたことにならないから、 もう一回、審決が取り消されてやり直しをしたらないと。で、ああいう判例が出ると、特徴もきちっと書くようになるわけですね。一点、そういう点書いてもらわないと、何を、どういうふうに判断したかわからないでしょう。これ、経済理由知です。まあ、一回弁明の記を与えるというのはそういうことですね。だから、経済えぇ、ー、がない場合は特許査定と、こういうことですね。はい。 じゃあここで5分間休憩して、えー、後半は特許権の話をちょっとします。じゃあ5分間休憩です。はい、えー、それでは後半いきますね。17ページ、レジュメ、見てください。レックのテキストは。えー、っと、特許査定から後半まで。 2二十1ページです。特許権という形では明確には書いてないですけども <laughs>。まあ、レジュメ見てください。でね、あの、特許語です。いいですかで、特許語は、まず特許権の話だけども、特許自尊心やったな。で、特許権、虚、共有、自、実施権、孫、存続感、ん 侵害訴訟。まあ、どっちみちその5つで、えー、引き出しを作ってもらうことになるんで、まあ、ここはね、その引き出しが5つあるんだっていうのを認識してください。じゃあね、まず特許権のところ。まあ、全部、もちろん、えー、全体構造変なのはできないけども、エッセンスだけいきます。でね、特許権については、金利の整理っていうのは民法でね、財産権の話が出てくるんだけども、 4つなんでした生理の仕方って大体4つなんですよ。で多分なパッとね4つを言われたら何やったっけって話になるんやけどもそういう時ってね生まれてから亡くなるまでってこういうふうに覚えておくね。ほんなら生まれてから亡くなると発生と消滅は絶対あるやんっ2つは出てくるわけね。じゃああと4つ言われたら2つ何やったっけっていうのは大事なことは効力ですね。 どんんなパワーがあるんやとで,から財産権なので移転って大事でしょで、ね、だからねそういうね周辺のところも絡めてねどういう内容だったかなっていうのを一緒に頭に入れておくんやだそこはトリガーになって出てきやすくなるで,、ね、でこれがね1個とか2個とかやったらいいんやけど結構の量があるとねやっぱそういうことをするかしないかっていうのはもう雲泥の差になってくるわけですいいですね 一つ一つを大切にしっかり理解して、まあトリガー的なところを繰り返すっていうことで、まあ非常にね、楽はできます。楽と言ってもしんどいけどね。それをしなかったらもう、なんかもう収集使うようになってまうって、こんな形になっちゃうので、いいですかじゃあ特権。効力は68条というのがありまして、上から3行目見てください、レジュメ。特許権者が特許発明を行として、 実施すするる権利を占有するこれが特許権の効力です。発生効力変動消滅で効力が一番大事ですね。ちなみに発生は設定登録によって発生するわけです。だからそんな重要じゃないし、当本送達から30日内に特許料を残して設定登録ですね。あそこが発生に関連する。あまり 重要じゃないです。まあ、重要だけども、ここほど重要じゃない。じゃあ、あとね、分説していきます。分説では一個一個の言葉の意味を明確にしていくっていう意味ね。特許発明。これは特許された発明です。丸一で、業としてっていうのは個人的、家庭的な実施を除く。事業としての意味です。これ、あの、事例でやりましたね。個人的に自転車乗りましょるっていうことですね。実施。これは、 あの事例では使用とか、ええ、が実施になるんだっていうのを前提にしてくださいっていう話をしましたけども、定義がこうなってます。生産使用譲渡など、これは譲渡貸し渡し、電気通信回線を通じた提供を含む、で、申し出、輸出、輸入と。で、実施の定義がね、最初に出てくるんですけども、この大事なのは、特許権の効力を決めてるんですよ、これで。 だから、侵害要件と直結するので、たくさんあるから覚えられへん,ねんで済む話ではない。知らんかったら侵害判断できへんという話になるから。そうは言いつつね、これ全部覚えるのかという話だけども、これはね、ちょっと覚え方はね、まあ、皆さん自分で考えてもましょう。生死浄化でも出し入れと。生死浄化でも出し入れ。生産使用上、 貸し渡し電気通信回線を通じた提供しも申し出これ売り込みねで出し入れやから輸出と輸入ですねだからね呂合わせみたいなのはそれだけやるとあまりね理解できないから、えー、よろしくないんだけどもやっぱりねチェックリストは必要です漏れのないようにねだからうまくそこは使いこなすというふうにしてください ちなみにね私が勉強した頃は申し出と輸出と電気通信回線を通じた提供はここに載ってませんでした定義になかったんですねでまあインターネットが増えてきたので電気通信回線を通じた提供というのは C の括弧上げに書いてますけどこれが入って申し出も途中で入りました申し出っていうのはね 売り込み行為ですね。で申し出がなかったらどうですか申し売り込む行為は侵害じゃないから差し止め請求できません。じゃあ売買期売って初めて差し止め請求がされるんだできるんだったら一歩前の行為をずっと手を加えて見てなきゃあかんっていう話になるわけですね。それはあかんやろっていうので申し出を受けた。ということはこの3つまあ輸出はちょっと飛ばしますけども。 3つ加えたということは特許権の強効力を強化したということになるわけなほぼ厚くしたとこういうことになりますほんでねあとね具体的な実施行為というのは詰めのカテゴリーに分けて定義を変えてますで「丸二を見てください両学校二を見てください方法もありますねなんか測定方法とか そういうものは方法を使用すること、これだけです。方法を使ったら侵害ですよと。だから物を生産する方法の発明っていうのは、結果物、すなわち何か過去ほどとしてアウトプットが出てくるのが製法ですね。で、これはまた定義を変えてます。で、何かというと、製造物について、二つあって、生産方法の使用。これはもう使用そのものです。 プラス、製法を使用したら、結果物が出てくるでしょう。で、結果物についての一号の行為。すなわち、例えば、何かの医薬品の、えー、まあ何、何かの酵素の製造方法っていうのがあったときに、製造した酵素を今度は販売したら侵害なん書いたら、それも実施の定義に入れている。すなわち、えー、結果物についての、 1>, 1号というのは静止浄化もこれも実施ですよということは侵害にしているんですね強化している例えば海外でエグザンプル e ね製法スモール A というのは特許されています日本でで海外で製法 A で作ったもの結果物を 海外で作る分には日本の主権を呼びませんから侵害じゃないね。日本に輸入したら、結果物の輸入だから、侵害になるんや、これ。ということで、効力が拡大されてるという話になります。いいですね。だからここでね、アメリカもそうなんですけども、例えば、えぇ、ー、精膜方法みたいなのを、あ、製造、生膜装置、半導体のね、 どっかの半導体の会社に売りましたと。で、日本とかアメリカで調べたら、静膜装置についての特許はね、なかったから、じゃあ問題ないやろと思って、静膜会社に売ってで、半導体の会社がその静膜装置を使って静膜して、半導体を大量にアメリカ輸出した、それはね。でアメリカに静膜法の特許があったら、侵害や。ということになるわけですよ。 だから、こういうところって非常に怖いので、じゃあ、静膜、ちょっと実務的な話、で面白い話はね、注意しないの。静膜装置の会社が、えー、その半導体企業に売るときに、特許保証制って必ず出てくるわけや。アッパー儲けとかんと、何でも保証しますと言ったら、それの何千倍の損害をね、が生じた、はい、保証制ってこんなことになってしまう。すごい怖いやろ。 というところを、が出てきます。知っとかないとね。はい。じゃあ次は、権利を占有する。一番上見てください。実施する権利を占有するとなってますね。時計の効力は。占有って一体何かっていうと、他人を排して、特許権者のみ、独占的に実施できる。すなわち、一番上から三行目の一番右に書いてある、独占 排他権っていうのはそういう意味です。すなわち他人を廃するっていうことは侵害行為に対しては差し止め請求とか損害賠償請求とか権利行使ができますねっていうのが第一点。それから特許権者に独占的に実施できるっていうのは特許発明を自分で使用したり収益を図ったりライセンスしたりあるいは処分ですね。譲渡したりするのも自由ですよと。 でね、そういう意味で特許権の効力を積極的効力と消極的効力っていうふうにその性質に分け、に応じて分けることができる。で、この積極的効力、消極的効力というのは、えー、本論でもいつも出てくるので、ちょっと頭に残しておいてください。そんな難しくないでしょう。積極的に使うか、消極的に使うかというのは配達するっていう話だから。で、大事なのは、 必ずね、原則があれば法律は例外があります。で、例外がよく聞かれるんですよ。だから、いわゆる積極的効力と、まあ、いわゆる特許権の効力の制限っていうのが5の2、18ページですね。一番上に書いてます。ただね、制限だけだったらちょっとバクッとしすぎてるんで、もうちょっと整理した方がわかりやすい。なので、積極的効力の制限と、 消極的効力の制限っていうのに当然分けることができるわけです。A が積極、B が消極です。3行目ね。積極的効力って何でした使用収益処分ができるわけですね。ということは、使用収益処分が制限だからできない場合ってこうなるわけですよ。どんな場合やねん いうと例えば自分は特許権を持ってますじゃあ特許権持ってるから結構ねギリシャの人はもう大丈夫や自由に実施できるんやとそうじゃないんやなその特許権がその前に出願された他人の特許発明を利用する時ですね例えばものの発明はもう取られたとします材料の発明ね。だからそのの材料の製造方法を新しく 開発したんで、これで安物作れるわ、っていうことで、その製造方法をね、他の会社が使い出したら、物を特許があるじゃないですか。これ必ず、これ利用していくことになります。製法を利用したら、このものを生産することになるから。だからこっちの侵害になるわけや。だから、洗顔者がいる場合に、その承諾を得ないと実施ができない。まあ、すなわち積極的行為の制限になるわけですね。収益の制限もそうです。 あの、専用実施権をセットというか、まあ、専用実施権という言葉がね、まあ、その、権利の契約次第で、えー、ライセンスができないっていうようなことも起こり得る。処分の制限。これも、えー、例えば、<coughs> 専用、ライセンスを与えたらしますね。そのライセンスを与えているので、その人に勝手にね、無断で、 放棄できるか言ったら、承認得ないとできないっていう場合がある。だからこれが積極的効率の制限です。ですね。だから勝手に使用収益処分というのは積極的効率であれば、それが制限される場合っていうのが A です。まあこれもね、本論でやっていきます。で、やっぱり一番よく問われるのは B ですね。消極的効率の制限。これってね、言い返せば、権利行使できないっていう場合ですから、権利行使された側にとっては、 対抗次第になるわけですよ。ある意味ね。だから、権利行使されて、警告を受けた、あるいは最初のめ請求された場合の、対応について述べなさいっていう問題が出ます。その時は、この規定から、使えるものを選んで、説明すると、こういう話になるよね。で、逆に言えばね、実務で言えば、警告を受けるじゃないですか。どうするんや、いう話になってくるわけですよ。で、なんか対応しなあかんやろ。 その時の対応の道具というのは当然知ってて使えるものは全部使います。知らんかったら使えへんね。というところにかかってくる。で、その中で代表的なものをちょっと説明していきます。洋学校1見てください。試験研究のためにする特許発明の実施。上から2、4、5行目。あの特許発明あるんやけども、それをね改良してなんか絵えも作りたいんやっていう時に、 じゃあ会社内でその特許発明を使っていろいろと実験してね新しいものを作る特許発明を業として実施してますねそれしたらあかんのかよ侵害ですだけどそれはねあの特許権者にどんだけ迷惑被るんや言うたらもの売ってないでしょ何も迷惑ないやんで技術が発展するわけですよほんなら法務国にそうじゃないですか そんなあかんちゅうのは言い過ぎやろよ、いう話で効力は制限しますよ、と。これは試験研究のための実施ですね。で、有名な例ではね、ちょっと趣旨は変わるんだけども、医薬品の特許ってすごい大事でしょう。基本特許でものすごい利益を生むわけですよ。特許を切れたら、これはえいこっちゃーになるわけですね。新しいの。なんで言うと、後発医薬品が入ってくるから。で、その時に、 じゃあ、高圧医薬品も安全性の試験とかをしてね、薬事認可を取らなあかんわけや。せないと売れへん。じゃあ、その薬事認可を取るためのデータ収集を特許権の満了前にやっとかんと満了してすぐ売れへんわけですよ。なら、その満了前にその試験をする行為っていうのは、試験研究に該当するのかと。最高裁まで争われました。で、 株価がぐっと後発医薬が上がった、メーカーが上がったということは、試験研究に該当するっていう話ですね。該当しなかったらどうなりますほんなら、特許権の満了してからね、試験研究せしなあかんって売れへんやん。特許権の存続感がね、出願から20年でバランス取ってんのに、崩れるじゃないですか。ということは、法目に違反する話ない。 そこから来るわけですよ。いいですね。保護と利用のバランスはそこから取ってるんやと。もちろんね、延長制度が、っていうのがあって、えー、5年以内で延長できるんだけど、そういうのはもう絡んでるんですけども、法目的からやっぱり来るわけですね。そういうのはね。丸には飛ばします。で、次の両学校にの選手要件。やりましたね。 出願前から製造販売してるっていう場合はどうなんやっていうのでえっと5ページ手締に戻ってるとここであったでしょ下のね点線の枠の中見ていただくとまあこの事案が 自転車を製造販売してるんだけど、スター前からしてるんやっていう時は79条で、該当するから継続実施ができますね。だから差し止め請求できませんっていう結論になりましたね。この選出権で積極的効力、消極的効力の制限ですね。特許権があって、特許集めの業として実施したけども、正当理由権限があるから、 権利行使ができません、まあ、まさに昇級で行う制限規定そのものです。いいですね。これも、道具として使えるでしょう。まあ、例えばね、実際に権利行使を受けた時に何をするかというと、まあ、私は何回も侵害組織もやってるから、わかるんやけど、最初やるときってね、まあ、みんな対応わかんないわけですよ。その、慣れてない人はね。だから私らが指示出して、これ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 、方針やって、まず調べることでも決まってんね まずな、議席囲の続いや。ね。シンがほんまに使ってるかどうかですね。で、使ってるってなると、今度、向こう理由がないかとかね。出願前からやってなんちゃうのんとか、選手要件をまず見に行きます。で、あとはね、まあ、いろいろあるんだけどね。相手の企業、アメリカの企業やったらね、訴訟歴調べるんや。で、いわゆるね、急に訴訟を起こしてくる会社も多いんですね。訴訟ばっかり起こしてる会社は、ちょっとごねると、 一瞬でもう訴訟を上げてきて、ほら、金払えてこう来るから、そういう会社かどうかによっても対応を変えないとあかんやろ。だいろんなことをやる必要がある。で、弁理試験はそこまでは問われません。だけど、基本的に消極的効力の制限、これは基本的な道具になるので、使いこなしてもらわないといけない。ですね。弁理試験でもよく出ます。なので、勉強すると、こう考えてください。で、えー、18ページに戻ってください。 でこういうのもね、最初にやった、それぞれ効力が制限されるんやったらね、要件があるわけですよ。だから要件と効果というのを正確に覚えていって、事案を当てはめて該当しますあれ該当しませんっていう判断をしていくわけや。でね。で、それをね、要件ぼやーっと覚えてね、こんなもんでええやろうみたいなことやったら、 あの、ほんま侵害してんのに侵害してへんねんとか言うてね、後で偉いことになるっていう話になるわけですよ。ね。はい。でね、えー、あとね、選手要件、向こうの公弁というのは、向こう理由があれば権利行使ができないっていう規定があります。だから、出願前から製造販売してると新規制がなくなるので、向こう理由なんですね。だから、選手要件と向こう理由っていうのは、だいたいまあ、 あとでで論文試験では取材されるいいう場合が多だいいた、まあ、ねだからね論文もね典型パターンっていうのがあってで選手要を書くんやったらこう書いてこう書くってもう全て決まってるんですよ。決まってるんやったら決まったパターンを覚えといたら早く書けるでしょ。で時間勝負なんで時間がタイトだから。だから典型パターン基本説明パターンは。 常に書くことが決まっているやつはそれを集めてすぐに書く練習をしといたらそれは特定につながりますね。っていうふうに論文のやり方がいろいろある。ノウハウがね。はい。じゃあ、こうちょっと飛ばします。次は存続感5の3見てください。まあ、これはご存知かもしれないですけども、独占配他権の式と周期っていうのはすごく大事でしょう。その期間内に実施してなかったら侵害にならないわけだから。 死期は設定登録時です。周期は最長20年。最長というのは途中で維持年金払わなかったら消滅したりしますから、まあ20年間ずっと持ってると金もかかるから、途中でもう捨てるっていう場合も多いんですね。で、最長25年など、まあ今はね、存続期間の延長制度2つあって、 まあ25年を超えて延長というのも理,理屈上あるんだけどもまずないですけどね、まあ、審査が遅れたとかそういう場合です出願から20年というのを覚えといてくださいただね単に覚えるだけじゃなくて法目的とすごく関わりましたね公開代償として特許権を与えるんやとただし特許権は質的レベルは最高だけども20年でバランスをとってるってこういう話だね はい。じゃあ次のページ見てください。特許権の侵害。これがね、特許自尊心の真の部分です。でね、百条以降なんですけども、これは民事訴訟の話だと考えてもらったらいいです。裁判ですね。 でちょっとここね、差し止め請求と損害賠償請求っていうのが権利行使の手段としてあるんだけども、ここではね、まあ、ここでは書いてないけども、立証責任というのが初めて出てきます。いわゆる事実を裁判所に証明しないとあかんわけですよ。侵害してんねんって言ったって、言うのは簡単やろ。次に作文したらいいわけや。ほんまかえ言う話になるから、その事実の、 えー、証明をしないといけない。じゃあ、その、どっちに責任があるんやっていう,う話がいろいろ出てくると、こう考えてください。これはもう本論でやりますで。あとはね、審判訴訟と条約ですけども、そこは割愛ね。いいですね。だ少なくともね、今日はその、特許前の引き出しと、特許後の引き出しはね、ちょっと頭に入れといてくださいね。これから知識を入れていかないといけないから、その引き出しにね。 じゃあ次、実用信用法に行きます。20ページを見てください。で、テキスト23ページ。テキストに、ポイントとして、えー、強調文字で、早期登録制度って書いてますね。ちょっと真ん中より下。 23ページまああの20問11問出るぐらいかな、えー、実用真案は。で特許法の内容で、えー、規定で解けるようなものっていうのがもう、まあ、2, 2問ぐらいかなっていうことであんまり重視されてません。 あの、時計数はね、日本だん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 減ってきてますけども、40万件今切ってますね。だまあ、それがアカんンかというとね、中国が150万件とか言って言ってるんだけども、あ貸す時は多いんや、ね、あの、出して、いっぱい出したらなんかし、なんとか奨励金とかいっぱいあるからね。だ日本の場合今減らしてるっていうのは、変な貸すみたいなのも出さないようにしてるだけの話であって、まあもちろんね、それがええかどうかっいうの結果、蓋を開けみないとわからないけど実情は、出願は絞ってるのは、 外国出願の検出にシフトしてね。どっちがいいかな。というところです。まあ今も大体もうフォア状態になっていると思いますけども、その中で実用診案は3000件ぐらいの写質願ってだからね、使い勝手が悪いんで、もう代はほとんど使ってません。あんまり自由じゃないよね。まあ出し券は一応出るんで、やっておきます。20ページ見てください。でね、これがね、え引き出し4つ一緒です。 特許前が特許とは言わないから、登録前、登録後、審判訴訟と条約。で、衣装も商標もこの引き出しでね、説明をしますので、いいですね。で、登録前見てください。でね、特許の場合どうやった登録要件、まあ、特許要件と、特許前の法的保護と、手続きでしたね。で、実用新案の場合はね、えー 登録前の法的保護。これが、まあ、あの、証番号書いてないですけども、太字で書いてます。出願までの手続き。だから登録要件がありません。なんでか言うたら、ちょうど真ん中ぐらいに無審査登録主義ってなってるでしょう。実体審査しません。まあ、あの、基礎的要件というのは審査するんだけども、3のとこに書いてあるように、まあ、ちょっとここですね。 出案しならね、素、ね、案者請求制度もないんですね。方式というのはこれ共通です。で基礎的要件というのは、もうさすがにそのまま登録するのはまずいやろっていうものだけをちょろっと見て、それ以外は新規性とか進歩性とかの実態審理はしません。で、無審査登録主義といいます。いいですね。だから、これめちゃくちゃシンプルなんですよ、これ。ここだけです。なので、 出願審査請求制度もないし、実態審査しませんから、査定もありません。実態審査ないので。だから、基本的に基礎的要件の方式だけなんで、補正命令、従わなければ却下、問題なければ登録、という形になってる。なので、登録前は非常にシンプルになります。まあ、聞かれるとしたら、これか。 保護対象ぐらいですね。保護対象ぐらい。でね、早期登録っていうのを建て前にしてるので特許の場合はね、一旦登録査定の当本送達があってから30日内に特許料を納付するっていうのは説明しました。ちょっと覚えてますね。で、それをするとね、遅れるので、出願時に登録料3年分。 直しますで問題なければ即登録ただもう4か月ぐらいでね登録されるっていうことになります登録前の法的保護というのはもう若干違いますけども基本的に特許と一緒なので特許で全部カバーできる内容ですねで登録要件がありません。審査しませんから じゃあね、えー、登録要件どこ行くんやっていう話になるとあの特許で一旦特許になって問題があれば向こう審判で潰すっていう,向こう審判でだけ登録要件というのを見ます事保、ね、的に、えー、潰したい人が向こう審判請求をするその時に初めていわゆる新規性とか進歩性とかの実態的要件 これが審理されるとこう考えてくださいそれ以外の登録後特許どうでしたっけ特許自尊心やなほとんどないですけども一緒権利効力は権利行使がしにくいだけであって特許自尊心はもうそのまま実用信案法に当てはまって全部重要だと考えてもらって問題ないですいいですね 短いようで時計をの規定はだいぶ重要してるんですね権利の与え方が違うあと存続期間が出願日から10年簡単なので短い半分ですまあこれぐらいですねだからもう1点か2点ぐらいしか一点,、まあ、点ぐらいしか出ないんですねただし無審査で登録するでしょほんなら新規性がないものでも あるいは権利範囲をやたら広く、えー、実用信案登録制限に書いて出願しても登録されるんですよ。ということは濫用がされやすいですね。なので、この濫用、権利行使に対する一定の、その、濫用防止策っていうのをね、作っとかなあかんわけですね。それからこです。特有の規定っていうのが下にあります。 でね、あの、評価書制度というのがあって、一歩ですね。新規性、新法制産業上の利用性については評価請求というのをすると、特許庁の審査官が特許の審査と同じように審査をして、評価書を作ります。これでね、えー、客観的な評価を得る制度として、制度になるわけですけども、権利行使は、 上から二歩詰め。まあ、権利行使というのは、実用支援案件が成立して、消極的効力のですね、いわゆる差し止めとか損害賠償請求をするときは、評価書を提示しないと、権利行使ができません。これもし評価書を提示せんと、権利行使されたらどうなりますものすごい広い範囲で登録されてるわけだから、絶対侵害じゃないですか。で、じゃあそれに対して、権利行使された側がね、 いや、それは特許性がないっていうことを証明しないといけないから、それはバランスを書くでしょう。なので、評価書というのは特許庁の客観的判断なので、権利者側で、その評価を得た上で、だから、権利行使される人が評価を取るんじゃなくて、権利行使する人が評価を取って、権利行使しなさいと。こういう形にしているわけですよ。で、あとはもう3、 一つ目ね、権利行使後登録が無効となった場合、あの、実態審査しませんから、後でいろんな資料が出てくる可能性がある。その場合はね、賠償責任が生じます。権利行使って相手方に損害を与えてるんだから、無効になったら賠償制度。特許の場合はね、ちゃんと審査を経てるから、賠償請求というのは権利行使されてるかできるんだけども、ほぼ認められないんですね。こういう規定がある。 なのでね、まあ一旦実用新案検討ってね、権利行使でも無効になったらうっとしいわけですよ。いろいろやられるから。で、あとね、一番下に訂正って書いてますけども、まあ無効資料が出てきた時に特許であれば何回でもね、その無効資料に合わせて、権利範囲をこう、いじれるんですね。まあ厳粛しかできないけども。だから、権相手の声援が入る状態で無効利用を回避するような訂正っていうのをしょっちゅうやります。一回しかできない。 一回やったら終わりなんですね。なので、めちゃめちゃ使い勝手が悪い。だから、その、権利行使実際することを想定した場合に、実用診案件でやるのは嫌ですね。例えば皆さんがね、実用診案件で権利行使するんやって決めたらするやろ。責任者やねん。で、その、自分が責任を持ってこうやって決めました言うてな。無効になりました飽きませんでした言いたら賠償責任までされました。まあ、なんじゃそらいう話になるわけですよ。 そんなことは提案できんやろうやっぱりな。なのでやっぱり特許権っていう話になるわけですね。だからあんまりまあ出願されてないってこんな感じです。いいですね。無審査登録主義っていうのはちょっと頭に入れといてください。で基礎的要件を審査する。であとね保護対象がちょっと違うのでそこも見ますけども2122ページを見てください。 法目的。一緒です。保護と、ちょっと上から言いますね。この法律は、発明の方よりもかったでしょ東京の場合はね。ここね、ちょっと過信引いてください。物品の形状構造を組み合わせにかかる考案。これが保護対象です。考案は、発明から高度を除いたもんなんですけども、それだけじゃなくて、 物品の形状構造組み合わせにかかる公案。これを実用新案と言います。なので、方法とかね、材料とかプログラム、全部対象外ですね。あと一緒です。で、文献的利用も、出願公開制度はいらないですね。なぜかというと、4ヶ月ぐらいで登録するから、公がすぐに 発行されるからもう公開しるいらないわけですよ。で基本的な理屈はね東京都と同じだと考えてもらったらいいです。で独占配達権というのは共通ただし権利行使はすごいしにくいですよっていう制約があるのと内容が簡単なものなので独占権は10年。 出願から10年時計の半分でバランスをとっているとこういうことですね、まあ、下から3行目に出願日から10年というのは単に10年っていうよりも法目的の保護と利用のまあバランスっていう観点があるっていうのはちょっと頭に入れといてください。 はい。それではね、保護対象をちょっと見ていきます。発明は、えー、まあ全部詳しくはやってないですけども、発明の要件で何でした自然法則の利用で、次は、技術的思想で、次は、創作で、行動。でしたね。 それぞれに意味があったので、まあ、それを知っておくことによって許法上の発明になるのかならないのかが判断できますよっていう話でしたじゃあ実用支援はどうなんだっていうと本目的のことをお話ししましたけども22ページの上「物品の形状構造を組み合わせにかかる考案」っていうことになります上から2行目ねレジュメの22ページなので まあここに図がありますけども考案というのは自然法則を利用した技術的思想なんですねで発明と区別すす。るためにいいいうのを省いていますだからこれはねもう高度か否かで差が出るっていうのはほとんどありません実際はね。さらにその中でこれだけだと方法とか材料とか含むので物品の形状構造組み合わせっていう限定が入ったものが実用新案だとこう考えてください。 まあもうちょっと絞られるわけですね右側に方法材料プログラムは保護されずって書いてますね、まあ、この違いというのはもうしっかり押さえておいてもらうあとはねその言葉の意味ごとにこうですよああですよっていうのはいっぱい出てくるからそれをバババッと言うとね まあ、結構情報量がいっぱいになって、なんかこう、お腹いっぱいみたいになってしまうんだけども、ちょっと簡単にいきますね。物品から見てください。両学校1。これはね、一定の形態を試行案を現実化できる媒体という解釈になってます。で、こっからわかるのは、方法は対象外。下線引いてください。で、えー、化合物、合金、医薬品などの材料は対象外。だから方法と材料が対象外っていうのは、物品要件から来てる。 わざとも外してるわけですよでねただねまあ細かい話で言えば形があったら絵のっていう話なんで鉄板とか鉄棒などの一時加工品、まあ、運搬用にね、えー、運搬しやすいように加工してますねあれは形状になるんかいたらあれ技術基礎と関係ないから対象外ですね物品の形状も形そのもの で構造については両学校さん、まあ、ちょっと簡単に言うとねなんか構造を言うたら化学構造が入りそうだけどそれは違い入らないですよって念のために一応書いてある入りませんでただし構造は外特に外観上命令である必要はないっていうことで時勢を マルニのね、エグザンプル見てく磁性を帯びたカミソリバーと帯びてないカミソリバー。ここにちょっと下線を引いてください。これって外観上ね、えー、差異はないんだけども、磁性を帯びたっていう材料とカミソリバーが一体となって、まあ、非常にですね、 よくそれるとかね。いう効果が上がるんだっていう時に、じゃあこれは形自体が何も新しくなくても、材料と一体となって効果が生じてます。この場合は構造になります。一体かどうかで決まるんですよね。で、まあ見方を変えれば、材料自体の方じゃないでしょう。 材料について実用診案を無料で材料全部保護することになるから、これは広いんだけど、紙そり刃と一体となった紙そり刃について保護だから、これは実用診案になりますよって、こういう論点は、まあ本人どこにも書いてます。いいですね。まあこれは実用診案として出願できるのかできないのかっていう判断をする上で知っとかないといけない。キーワードは下から1、2、3、4行目、一体不可分に河線引いてください。 なのでね、例えば、練り歯磨き入りチューブ。練り歯磨きが入ったチューブで、練り歯磨きに特徴がありますよっていうのが、じゃあ実用診案の対象になるんかで一体不むんじゃないですね、これね。実際にこれを保護したら、材料になんか入れ物が絶対必要じゃないですか。か材料自体の保護になるので、これは一体不むんでないということで、実用診案の対象にはならない。こういうことになります。 テストではこの程度の違いというのはちょっと答えられた方がいいですね。まあこれぐらいです。あの、一番ややこしいところは。まあどの教科書にもね、これは書いてます。一体不可分かどうかで、まあ、判断してもらったり。ただね、単に丸覚えで一体不可分で覚えるんではなくてね、材料自体の護になるのかならないのか。ですね。やっぱり物品としての護になるのは材料が一体となって、 特徴も出したんだっていうのも物品じゃないですかそれはいいんだってこういうことなんですねはいじゃあね手続きに行きます登録要件なしね23ページ見てください レジュメの23ページを見てください。でね、まず出願時の出願書類の話を特許でもやりました。ちょっと思い出してほしいんだけども、特許の出願書類って何でしたっけまず、願書やね。何でも願書必要よ。明細書、特許請求の範囲、必要な図面、要約書。で、そことの絡みでね、実用試案を考えたらいいんだけども、 実用信案の場合は物品性があるから必ず図面で表せますね。だから図面に必須と書いてあるここだけちょっと仮線引いておいてください。まあこんなのもね、まあまあめちゃめちゃ簡単なんたまには聞かれるかもしれない。必須です。はい。ほんで、方式要件と基礎的要件ですね。で、基礎的要件が方式プラスアルファで えー、要件で課されるんだけども、まあ、そのまま登録するとまずいやんっていうのを挙げてます。で、一つ目が保護対象ですね。例えば、方法とか材料とかをね、いくらも審査登録主義だからといって、そのまま登録して広報で実用新案権がありますよっていう工事をするのは、混乱が起こるでしょう。まあ、それはまずいやろと。で、保護対象ぐらいやったら、 長官でも判断できるやろうという話だな。はい。で、二番目は公序良俗違反。これは特許でやってないんですけども、公序良俗に反するような公案。例えば、私営偽造機とかね。あの、違法品だから特許されません。だけど実用審案無審査だからといってね、私営偽造機をね、こうやったらもう完璧にね、わからんように偽造私刑は作れる。それはさすがにまずいやる話。公助良俗反,反すればね。 それはあかんと。三つ目。これ方式要件です。形式要件。これ無効理由にならないもの。ってあるんですね。ちょっとした挙越理由なんだけども、ちょっとした方式的な記載要件。なら無効理由にならないんだったら、審査段階で見とかないと、一切見る機会ないってことになる。これは三つ目です。ちょっとまあザクッとで結構です。四つ目が、まあこれもややこしい。 明細書面に必要な事項が記載されてより、その記載事項、著しく不明確でないこと。必要な事項の記載と、著しく不明確でないこと。これは覚えにくいんですよ、いつもね。で、まあ、筆記不明ぐらいで覚えておいたのもいいですね。筆記不明。必要な記載。で、あ、不明だから、不明確なんやなっていう感じですね。まあちょっと今はね、もう細かいの、置いときます。 図面が必須だけども図面を添付してない出願は丸四とするという運用もあります。まあ、4つもね、まあ、4つっていうことで覚えて保護対象と控除両属、これはもうすぐ分かりやると。 で、向こう理由がないものをね、四つ目だけはちょっと鬱陶しいから、筆記不明ぐらいで、まあちょっとそこから再現できるようにしといたらいいやろと。ちょっとね、なんかね、語呂合わせ的なものがないとね、なんか全文を覚えようとするとね、三つ目だと覚えられるっちいうのがね、あるんですね。で、筆記不明ぐらいだったら筆記で何やったっけ不明で、あ、不明確、自由主義やなっていうのはちょっと、そこから呼び寄せることができるんですね。トリガーになるので、 まあそれはまだ実用審議案のところで言いますけども基礎的要件は聞かれます特有なんでいいですねはいじゃあね評価制度は <coughs> さっきちょっと説明しましたので24ページの実用審議案権見てください でね、あの、効力としてはね、権利行使はしにくいけども、特許権と同じなんですね。上から3行目。16条にありますけども、効力は、実用信案権者が行として登録実用信案の実施を専有する権利。特許発明が登録実用信案に変わっただけです。一緒。ということは、 ちょっとややこしかったけども、積極的効力と消極的効力があって、それぞれ制限がありますっていうのも一緒で、ほとんど特許法の重要になります。なんかね、実用信案法ってね、すごい短いなあいう感じなんですけどね、権利のところもほとんど特許法と一緒なんですよ、実はね。効力の制限も、 4の2に書いてますけども、ほとんど一緒です。だからこの辺がね、実用信案法で、主催されても、東京の知識で全部得くことになるんですね。存続期間。最長10年。延長制度はありません。 だから効力は一緒なんだけども要は権利行使するときにね乱用を防止しないといけないので抑止効果を高める規定がプラスアルファであるのでそれが4の5ですこれは特有です、まあ、さっきも説明したように4の6の両学校1見てください権利行使には実用信案評価書を提示した警告が 必要です出ないとできません。あとはね実用新案件者の責任これが一旦権利行使で無効になった場合に賠償責任が生じますよっていうことですね。まあちょっと言うと肯定的評価書警告または相当の注意をした場合を除いてこれどういうことかというと評価請求したら 限られた要件で審議性進歩性とかだけだけども満たす満たさないっていう評価がされるわけですね当然どっちかですでねネガティブな評価であっても権利行使はできます提示したらいいからだけど待ってるのは無効になった時の賠償責任ですよっていう話ですねで逆に肯定的な評価を得て権利行使をして 後あとで無効になっても、あの、賠償責任が生じる場合もあるんだけども、基本的に、えぇ、ー、面積、ということになります。だから、ここで、やっぱり評価、公的な評価でしか権利行使しないですね。だから、抑止効果が働くと。こういうことになります。だから、肉の2の29条の2と29条の3というのがあるんだけども、まあ、まさに、この規定というのは、その、抑止、まあ、乱用防止ですね。 というのを目的として規定したもんだということができます。はい、じゃあね次最後ですね。えー、っとまあ今日は実用新案法までなんで、25ページを見てください。特許でお話した限定列挙の、えー、特許権が 実態審査のところは出てこないけども無効、まあ、理由ですね無無効効審判でで理由で初めて出て出くるだからね結局ねどういうことかというとあの特許要件の、まあ、判断は、まあ、登録要件の判断は当事者間でやってねっていう話になるわけですねだから無効審判請求して初めて実態審理がされます で、評価書の結果というのは、結果について拘束力全くありません。権利行使の時だけの話なんですよ。だから本当に実体的な効果が出てくるのは、無効審判での判断。ということですね。で、ここで規定されているのは特許法の無効理由と基本的に同じ。ですね。まあ一部ね、要件がちょっと緩和されたりしてます。で、限定列挙ということになる。 はい。それではね、えー、っと、一応予定通り終わりました。で、あのー、今日、まあ、ざくっと全体像を見たんですけども、まず引き出し。そこだけちょっと認識してくださいね。今後もずっとその引き出しを使って、どん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 知識を入れていって、そこからトリガーとして、えー、必要な知識を読んでくるということになります。はい。じゃあ時間来たので、これで終わりです。